清掃員なんてあなたにお似合いだと思うわ。しかもメガバンクでの清掃員なんて大出世じゃない。メガバンク本社のロビーで再会した元カノは、作業着姿でゴミ袋を抱えた俺を見てそう言って嘲笑った。昔と何にも変わっていないんだな。そんなに社長になったのが偉いのかよ。俺を見下し、10億の融資をしてもらいに来たと自信満々に語る彼女。我慢の限界に達した俺は名刺を差し出し、彼女にある事実を突きつけたのだ。俺の名前は西川修司。俺は大学生の頃、山本葉月という女性と交際をしていた。葉月とはサークルが一緒だった。あまり話したことはなかったが、ある時サークルの飲み会で席が隣になり意気投合した。いろいろな話をして仲良くなってきた時、葉月が将来の夢を聞いてきた。修司は将来の夢とかあるの？どこで働きたいとか。俺はメガバンクへ就職を希望しているよ。俺は経営の勉強をしてメガバンクに就職し、融資担当になっていろいろな会社を助けたいという夢があった。俺がその思いを語って聞かせると、葉月は目をキラキラさせた。すごい！とっても素敵だと思う。応援するね。俺はその葉月の言葉がとっても嬉しかった。その飲み会を機に、葉月から連絡が来てやり取りをしたり、遊びに誘われるなど積極的にアプローチをされるようになったのだ。俺も葉月がとてもいい子で素敵な人だと感じていたため、まんざらでもなかった。ほどなくして、俺たちは付き合い始めた。その時の俺は、将来の目標もあり、それを応援してくれる彼女がいて、とっても幸せだったのだ。そんなある日、実家の母から電話があった。久しぶりだね、お母さん。どうかした？そう俺が声をかけると、母は元気のない声で言った。お父さんが急病で倒れてしまったの。命に別状はないけど、一応報告をしておこうと思って。突然の報告にすごく驚いた。そんな、店は大丈夫なの？お父さんはしばらく無理はできないから、お母さんとお兄ちゃんでやっていくつもりよ。実家は洋菓子店を営んでおり、兄が後継ぎとして手伝っていた。二人だけじゃ手が回らないでしょ。俺、手伝いに帰るよ。ダメダメ。修司はメガバンクに就職するっていう夢があるでしょ。学業に専念して。母は慌てた様子で言うと、一方的に電話を切ってしまった。きっと母は俺に気を使っているのだろう。だが、俺は一人でよく考えた末、休学をして実家に戻り、手伝いをすることを決めた。後日そのことを葉月に話した。きっと父のことを心配してくれて、実家に戻る俺を応援してくれるだろうと思っていた。しかし、葉月から帰ってきた言葉は全然違うものだったのだ。は？何言ってんの？休学なんてしたらどうなるか分かってる？今までの葉月とは一変した態度に俺はすごく驚いた。葉月はすごく怒っている様子だった。休学なんかしたら何かネガティブな理由があると思われてメガバンクになんて就職できなくなるじゃない。なんでそんなに怒ってるんだよ。確かにそうなることもあるかもしれないけど、そんなの分からないだろ。今は実家が心配なんだ。俺がそう言うと、葉月は鼻で笑った。あっそう。じゃあ別れよ。メガバンクに就職しない修司と付き合っても意味がないわ。どういうことだよ。急に別れるって。そんなに休学してほしくないのか？すると葉月は俺を睨むように見る。はあ？私は最初から修司がメガバンクに就職するって言うから付き合ってたの。実家の店の手伝いをする修司なんかに価値なんてないわ。さよなら。そう言って葉月はその場を立ち去ってしまった。最初から葉月は俺のことが好きだから応援していたわけではなく、メガバンクに就職する彼氏が欲しかったのだ。突然の出来事にとてもショックで寝込みそうになってしまった。だが今の俺にはそんな時間はない。俺は実家に帰り店の手伝いに専念した。
葉月のことを思い出す日もあったが、忙しい毎日を送ったことで、だんだんと思い出すこともなくなっていった。店ではお菓子作りは母と兄に任せて、俺は裏方の仕事をしていた。主に父が担っていたお金回りのことを受け持つ。それで初めて知ったのだが、父が倒れる前から店の業績は悪化しており、経営もギリギリだった。一刻も早くこの状況から抜け出し、安心して父が店に戻れるようにと必死に頑張った。大学の授業はもちろん、就職して企業融資の担当になれた時に役立つよう、個人的に参加していた経営セミナーで学んだこともフル活用する。俺は経営全般から店の宣伝なども行って、家族全員で協力し、頑張る日々を送った。そんな奮闘の日々から10年の月日が流れたある日、俺はその日、とあるメガバンクの本社のロビーにいた。ゴミ袋を片手にゴミ捨て場へ急いでいると、コツコツとヒールの音を響かせて近づいてくる女の人がいることに気がついた。もしかして、シュージじゃない？その声を聞いて、ハズキだとすぐに気がついた。振り返ると、おしゃれに着飾り、ブランド物のバッグを肩に下げたハズキが、ニヤニヤと笑って立っていた。10年前に比べて、少々化粧がきつくなっているように思えるが、面影はあの頃と変わっていない。久しぶり。答える俺を、ハズキは品定めするように上から下まで見る。俺は今、作業着を着ており、少し埃で汚れている。まずい格好の時に会ってしまった。案の定、葉月は鼻で笑った。汚い格好ね。ここで何してるの？何って。俺は話をしようとしたが、遮るように葉月が口を開く。あ、メガバンクに就職できなかったから、メガバンクで清掃員をしてるんだ。バカにしたようにそういう葉月を見て、別れた時のことを思い出した。葉月はこうやって職業や社会的地位で人の価値を決めている人間だったが、それは10年経っても変わっていないらしい。勝手に決めつけて馬鹿にしてくる葉月に呆れて黙ってしまう。図星で何も言えないのね。清掃員なんて修士にお似合いだと思うわ。でも修士からしたらメガバンクでの清掃員なんて大出世じゃない？俺が何も言い返さないことをいいことに、葉月の悪口は止まらない。私があんなに応援してあげたのに、実家に帰るなんて言うからダメだったのよ。修士の人生はあそこで完全終わったって分かってたわ。あの時そんな風に思っていたんだ。俺はあの時実家に帰らなければよかったなんてこと思ってないから。まあ、所詮洋菓子店の息子だもんね。メガバンクに就職なんてどっちにしろ無理だったか。実家のこともバカにしてくる葉月にとても腹が立った。実家のことまでバカにするのはやめてくれないか。誰にそんな口を聞いてるの？清掃員のくせに言い返せないからって怒らないでくれる？まるで俺が妬みで怒ってるかのような言い草だ。清掃員や洋菓子店がそんなにダメな仕事なのか？葉月はよっぽどいい仕事についてるんだろうね。すると葉月がにんまりと笑い、自信満々に胸を張った。当然よ。大学を卒業して大手 IT 企業に就職したわ。それから仲間と独立して IT 関連の会社を立ち上げて、今は社長をしているの。社長なんだ。すごいね。仲間と一緒に独立したって言ってもみんなバカばっかで使えないし、私しか社長はできないわ。一緒に頑張っている仲間のことも悪く言うなんてひどい女だ。今日も新規事業の立ち上げに使う10億円の融資をしてもらうためにここに来たのよ。葉月はすごいドヤ顔をしてそう言ってくる。10億円の融資か。金額が大きいとなかなか難しいかもしれないね。ドヤ顔の葉月に俺は素直な意見を言ってみた。すると、その発言が気に入らなかったのだろう。葉月は俺を睨むように見てくる。うるさいわね。修士なんかに何がわかるって言うの？メガバンク側も話をしたら興味を持ってくれてたわ。
葉月は絶対に融資が決まると思っている様子だ。それに融資の話をしたおじさんにちょっとニコニコしてあげたら、向こうもまんざらでもない顔をしてたわ。メガバンクって言っても楽勝なんだって思ったわね。それは良かったね。葉月の言葉に呆れて少しそっけなく返すと、鼻で笑いながらまた馬鹿にしたように言ってきた。修二なんかに心配されなくても大丈夫よ。今日私は10億円もらうの。私は修二と違って正しい道を選んで進んできたんだもの。当然の結果よ。正しい道か。ええ、あなたを振ったのも大正解だったわ。結婚を考えている彼がいるの。超がつくほどのイケメンよ。もう分かったから。そろそろ葉月と話すのが苦痛になってきた俺は、そう言って話を切り上げようとした。よく覚えておくといいわ。修二は負け組、私は勝ち組だってこと。立ち去ろうとする俺に投げつけてきたその言葉に、俺はとうとう我慢できなくなってしまった。言わないでおこうと思っていたが、やっぱり言わないと気が済まない。振り返ると、葉月をまっすぐに見た。葉月が勝ち組で、俺が負け組だと思っているなら、それでも構わないけど、一つだけ言っておくことがある。言っておくこと？何があるっていうの？怪訝な顔をする葉月に教えてやる。実は葉月の会社の融資の審査をするのは俺なんだ。葉月は一瞬驚いた顔をして腹を抱え笑い出した。何その冗談。妬む気持ちもわかるけど、清掃員のあんたが何言ってるの？俺は清掃員じゃない。休学の後メガバンクに就職して、今は融資担当なんだ。俺は休学中に SNS などを利用して、店の集客に尽力した。また、地元食材を利用した商品開発などを行うなど試行錯誤した。もともとお客さんは少なくなかったため、どうしたら売上が上がるかなど、経営面でもいろいろな問題を考え、改善していったのだ。店はこれまで以上の人気店になり、SNS でも話題になっていた。父が戻ってくるまでに業績もどんどん回復していったのだ。父が現場復帰すると大学に戻りメガバンクへの就職活動をスタートさせた。休学してその間やってきたことが俺にとって自信につながった。そして改めて自分の夢が明確になったのだ。面接ではしっかり休学中に行った活動をアピールし、それが高く評価され、夢であったメガバンクへの就職が叶ったのだ。そんな、休学していたのにメガバンクに就職できるはずないじゃない。葉月は強い口調で俺にそう言ってくる。休学中に遊んでいたわけじゃないからね。実家に帰ったおかげでここに就職できたと言っても過言ではないよ。そんな話信じられないわ。私に勝てないからってそんな嘘つかないでよ。何を言ったら信じてくれるのかと思っていた時、遠くから後輩が俺を呼ぶ声が聞こえた。西川課長、探しましたよ。支店長が呼んでいます。ごめんごめん、すぐ戻る。後輩との会話を聞いてきた葉月は驚きを隠せない様子だった。本当に働いているの？しかも課長って。俺は葉月の目を見て冷静に答えた。そうだよ。今は融資課長として働いているんだ。メガバンクに就職してからも資格取得に積極的に取り組み、少しずつ出世していった。融資担当になってからは、実家のような会社を救いたいという思いで融資をするだけではなく、経営改善に向けてのアドバイスなども行っていた。その結果、最年少で融資課長への出世が決まり、融資の審査は一任されていたのだ。それじゃ、なんでそんな汚い作業着姿なのよ。今はビル内での引っ越し作業をしててね。それで汚れてもいい作業着を用意してきたんだ。引っ越し作業が終わり、作業中に出たゴミを捨てに行く途中に会ってしまったというわけだ。葉月はやっと信じたようで、今度は目を潤ませながら俺にお願いをしてきた。ねえ、今まで言ったこと謝るからお願い、融資してほしいの。
俺は葉月の態度の変化に笑ってしまった。残念だけど、この融資は白紙ということで、融資はできないよ。どうして？ムカつくからってその対応はひどいわ。今、ここでの暴言だけが理由じゃないよ。葉月が融資の相談をしに来た日から、俺は葉月の会社についてもしっかり調査していた。葉月は多くの銀行に融資を断られ、最後の頼みでメガバンクに駆け込んできたのも知っている。しかし、調査を続けると、他の銀行が断るのも無理はないと思うような実態が明らかになっていった。葉月の会社は、プロが見ればすぐわかるほど決算書が粉飾されていたのだ。きっと個人的に会社の資産を使い、経営がどんどん厳しくなっていたのだろう。葉月が悪口を言っていた、一緒に起業した仲間も葉月の傲慢な性格が災いし、みんな辞めてしまったようだ。葉月だけでは経営能力もなく、火の車で、うちのメガバンクに断られれば倒産しかない状況だ。そんな危機的状況を打開するため、葉月が融資の相談の際に持ってきた新規事業の話も、その実態は他の会社のものを丸パクリしたものだった。実は、葉月が相談に来る前に同じ新規事業の話を持ってきた会社があった。それが葉月の会社を辞めた人たちが新しく立ち上げた会社だったのだ。その人たちは前の会社の社長が個人的に会社のお金を利用していて、自分たちが考えた新規事業の話も進めてくれず、給料の未払いなどもあり、辞めて会社を立ち上げたと言っていた。その後、葉月が同じ話を持ってきて全てが一致した。葉月と今日ここで会う前から融資はしないと決定していたんだ。残念だけど融資はなしだ。はっきりと告げると、葉月は肩を落とし、自撮り足で立ち去っていった。その後、大学時代のサークル仲間と会う機会があり、葉月の話になった。そういえば、葉月の話知ってる？葉月の話？葉月、会社立ち上げたけど、社員たちに逃げられて、融資も断られて倒産したらしいよ。思わず苦笑いを浮かべてしまった。ああ、融資断ったのはうちの銀行なんだ。俺融資担当だし知ってるよ。まあ、断るのも無理ないよ。葉月の良くない噂はよく耳にしてたから。良くない噂？一緒に起業した仲間はもちろん、全然関係ない友達からも金借りたりしてたんだ。へえ、何にそんなお金使ってたんだろうね。ホストらしいよ。結婚するからって言われて本気になって、どんどん金使ってたらしい。まあ会社が倒産して捨てられたみたいだけどな。結婚を考えている彼氏と言っていたのはホストだったのかと、俺は驚いた。今、葉月何してるの？さあ、倒産した後、みんなに助けてほしいって連絡してたみたいだけど、お金返してもらってない人も多かったし、誰も相手にしなくて、そこから消息不明らしいよ。俺は大学時代、休学を決めて葉月と振られて本当に良かったと思った。実は俺は今付き合っている彼女と結婚をする予定だ。彼女は中学からの同級生で、父が倒れて俺が実家に帰ったと知って、心配して店を手伝ってくれた人だ。葉月とは違い、職業や社会的地位で人を判断する人ではなく、困っている人を助けたいと行動できる人だった。店が繁盛したのも彼女のおかげでもあるのだ。今でも父と母のためにと店の SNS を運営してくれている。家族みんな彼女の存在に救われていた。俺も彼女のおかげで仕事に集中でき、おかげで評価してもらい、近々昇進も決まっている。昇進はすごく嬉しいが、これからも今まで通りに仕事を行おうと思っている。一生懸命会社を良くしようと頑張っている人たちの力に少しでもなれるように、これからももっともっと勉強を続けていくつもりだ。私が苦労して貯めた貯金を使って、やっと買うことができた高級タワーマンション。だが、ある日義母が突然家に入ってきて、やりたい放題した後、息子の家なんだから、他人は出て行けよと突然の逆切れ。この家が
私のものだと何度説明しても聞く耳を持たない。夫に助けを求めても、その通り、ここは俺の家だ、と嘘をつく。私より親が、そして自分のメンツが大事なのか。なおもわめき立てる二人。私は、あることを決心した。私は、不動産会社を経営する32歳。24歳の時に、大手不動産会社に勤め、5年の時を経て起業し、やっと最近、仕事が安定してきた。始めた事業は大成功し、この年齢には十分すぎるほど稼いでいる。少しくらいは、贅沢してもいいだろうと奮発して、去年、ある高級なタワーマンションに住むことにした。私は、もともと貧乏な家の出で、生活にこそ困らなかったものの、贅沢はできず、お金に関することは、とても慎重だった。その経験のおかげか、資金のやりくりに慎重に取り組み続けた。その姿勢の甲斐もあってか、今の仕事はうまくいっている。何もかもうまくいって、私は概ね生活に満足していた。が、ただ一つだけ、満足できないところがあった。そんなことを考えながら、自分の家のドアを開けると、それはやはり待っていた。あら、ずいぶんと濡れて帰ってきたのね。みすぼらしい。そんな姿で家に入ってこないでもらえるかしら。そう。私の夫、コウスケとその義母である。コウスケは私がまだ会社勤めだった時に出会い、お互い意気投合して結婚した。コウスケは出会った当初から気の弱い人だった。コウスケと対照的に私は気が強かった。だからずっと私が彼をリードする形で付き合っていた。トークもデートも告白もだ。結婚当初はまだ稼ぎが少なかったから低家賃のアパートに二人で暮らしていた。今の豪勢な暮らしもいいが、質素だけど温かみのあるアパート暮らしもなかなか良かったと思う。そんな私たちの関係に亀裂が入ったのは、私が事業で成功し、タワーマンションに暮らし始めてからだった。ある日、私が今日のように家に帰ると、コウスケの義母が家に勝手に居座っていた。まあ、コウスケの義母だからという理由で居座ることまでは納得できた。しかし、義母はなかなか頭のネジの外れた人だった。家に勝手に入ってきては、まるで、自分の家かのようにやりたい放題しているのである。冷蔵庫から買い溜めておいたスイーツを勝手に取り出して勝手に食べていたり、義母の飼い犬を家に入れて餌やりまでしている。さすがの私も耐えきれず、すいません。ここ、私たちの家なので、あまり勝手なことをしないでもらえますか?と単刀直入に聞いた。すると義母は、一瞬私を睨みつけ、今度は蔑むような目でこう言った。あら、あなた何生意気なこと言ってるの?いっつもコウスケによくしてもらってる分際で、私に口答えしてるんじゃないわよ。私は大体どのようなことが巻き起こったか理解した。コウスケのやつ、このマンション私が買ったこと言ってないな。にしても、初対面の人に向かってよくもここまで攻撃的な口調で喋れるなとつい感心してしまう。そんな雑念を振り払い義母に向かってこう言った。勘違いしているかもしれませんが、このマンションは私が購入したものです。なので勝手なことするのをやめてもらえますか。今度は少し語調を強めてハキハキと言った。だが典型的な毒親とはこのことか、と思わせられるような回答が返ってきた。うるさいわね。あんた、その服とか家賃とか、いろいろ払ってもらってるんでしょ?なのに感謝もしないわけ。コウスケも大変だわ。こんなに頭の悪くて感謝もしない女と暮らしているなんて。まるで話が通じない。通じても、
すべて康介が正しくて、私が悪になる結論にされる。康介自体は悪くないが、勘違いで康介の義母に切れられたせいもあって、怒りの矛先は康介に向いたのだった。ちょうどその時、家のドアが開いた。ただいまー。康介が帰ってきた。私は康介の元へ駆け寄り、耳元で囁くように問い詰めた。なんであなたのお母さんがこっちに来てるわけ？家のものめちゃくちゃ荒らされてるし、来るなんて聞いてなかったし。そもそも、なんでうちに入れるの？康介は少しのけぞりながら、私同様、囁くように言った。いや、ごめん。うちの親がどうしても家に行きたいって言ってたから断れなくて。ついでに、親に合鍵渡しちゃった。私に相談もせずに家に人を呼ぶのもそうだが、大切な合鍵を不用心にも他の人に渡すなんて、もしものことがあったらどう責任を取ってくれるのやら。あら、コウスケ、帰ってきたのね。お疲れ様。どう？何か作ろっか。ここの冷蔵庫に入ってる美味しそうなエビを使って振る舞うわ。ちなみにあなたにあげるとは一言も言ってないからね。コンビニでも行って自分の分買ってくれば？あの、お母さん、さすがにそれは。コウスケが何か言いかけたが、いいのよ！あんな人に騙されちゃダメでしょう。私だけがあなたの味方だからね。コウスケは優しすぎるのよ。何もせずに私を追い出そうとだけする居候は、居候らしく身の程をわきまえていればいいの。怒りはもはや限界を迎えていたが、この後衝撃の発言を耳にすることになる。あははは、確かにそうだな。身の程をわきまえた方がいいよな。微笑しながら康介が放った言葉。今まで私が康介にしてやったたくさんのことの感謝はどこに行ったのか。康介が仕事で失敗した時、私が肩代わりしてフォローしてあげたり、酒が飲めないのにもかかわらず飲み会に参加しベロベロになって帰ってきた時も優しく介抱してあげた。このマンションは私たちが小さなアパートに住んでいた頃に完成し、いつかこのマンションに住めたらいいねと夢に見ていたマンションだ。だから私は必死にお金を貯めた。もちろん節約もした。少し生活は苦しくなるが、このマンションに住めるためならと我慢することもできた。そして私は仕事で成功し、ついに夢を叶え手に入れることができた。だが、忘れてほしくないのは、このマンションはあくまで私が貯めたお金で買ったもので、康介のものではない。ありえない偏見で私が買ったことを否定する義母はもちろんだが、私が買ったことを分かっていながら義母の意見に合わせている康介が、本当に許せなかった。康介、あんた、今の発言どういうこと？あんたは分かってるよね。このマンションは私が買ったもので、あんたのものじゃないって。本当に最低！出てけよ！手が震えている。怒りを抑えているためだろうか。この時、もっと言いたいことはあったが、康介の反応が気になった。すると義母が私の元に飛びかかってきた。あんた、うちの康介に何て言った？もう一回言ってみろ。居候の分際で康介に感謝するどころか出てけなんてふざけたこと言ったのか。息子の家だから他人は出ていけ。康介は今度はかなりはっきりと私の方を見ていった。そうだ。この時、私は飛びかかってきた義母の言葉より、康介が放った一言が、ぐさりと心に刺さった。この時、一瞬目から熱いものが流れそうになっては、怒りで抑えられたり、頭の中がぐちゃぐちゃになった。ここまで親が大事なのか？私のことは、はなから大事じゃなかったのか？親のために嘘をつくことができるのか？様々なことが頭をめぐり、まともに考えがまとまらなくなった。だが、一つだけ頭にあったのは、
こいつらだけは天罰が下ってほしい。私を追い出したことを後悔させてやる。それだけだった。その後、私は義母を振り払い、康介を見ることもなく家を飛び出した。代わりのホテルなんていくらでも見つかる。今はこの空間から早く脱出したかった。こうして私はマンションから飛び出した。その頃、由美の家では静けさが漂っていた。康介は母が暴れて微妙に閉じられたカーテンをただ呆然と眺めていた。自分が何をやったか分かっていた。康介は小さな頃から親に逆らえなかった。康介の家庭は元から裕福で、大手企業の社長が祖父で、一家全員エリート企業に入っていた。末っ子として生まれた康介は母に溺愛された。だが、能力が全くなかった。テストはすべて平均か、それより下。仕事に必要とされるカリスマも持ち合わせていなかった。そんな康介を母は必死によく見せようとした。そのおかげで康介は何一つ苦労することなく暮らしていけた。そんな康介も由美と結婚するとき大反対された。当たり前のことかもしれない。由美は貧乏人の娘で、この人と一緒にいても幸せにはなれないと言われた。でも由美は必死に頼み込み、父が許してくれた。父は元から実力のない康介のことをよく思っておらず、早く出て行って欲しかったのだろう。だが、そのおかげで由美と結婚することができた。だが、母はそれにずっと反対し続けた。康介は優秀で才能にあふれた子だと、ずっとそんなことを思っている。ここまでしてもらっているのに逆らうことなんて元から無理だったのだ。だからといって、やっていいことと悪いことがある。由美は確かに何も悪くなかった。最初は母に反対してでも由美をかばおうかと思った。だが、出て行けと言われた時に少しイラッときてしまった。今の自分は何一つ不便な暮らしをしていない。母が料理や身の回りのことをしてくれるのなら由美は必要ないと思った。むしろ今かすかに清々した気持ちである。母が誇りを払いながら立ち上がった。本当に何なんだよあの女は。康介に向かって暴言を吐くなんて。康介は何も気にすることないんだからね。あなたはエリート企業に入っているんだから何も気にすることないわ。なんなら私が身の回りのことはやってあげるからね。そうだ。いくらなんでも暴言を吐いたのは向こうだし、悪いのは向こうだ。身の回りのことも母がやってくれる。何も自分が悪くないと思えば思うほど笑みがこぼれてくる。お母さん、あんな人が騒いでてお腹空いちゃったよ。あらそうね。早いところ料理でも作りましょうか。たくさん食べるのよ。そうだ。自分は何も悪くない。そう考えながら苦手なはずの酒をぐいっと喉に流し込んだ。康介が優雅に酒を飲んでいるとも知らず、私は近場の高級ホテルにいた。高級ホテルに住み込むっていうのも悪くはないわね。検討しとこうかしら。そんなことをつぶやきながらチェックインを済ませ、エレベーターで部屋に向かった。最上階の40階に着いた。部屋に入るとホテルならではのカーペットの温かみを感じた。さっきまでさんさんと降っていた夕立も今では嘘のように止み、外を眺めると数々の高層ビルの光がぼんやりと輝いている。左に目を向けると私が住んでいた高級マンションが見えた。今頃二人で楽しそうに夕飯食べているんだろうな。そう思いながら私はあるところに電話をかけた。
次の日、コウスケは机に突っ伏した状態で目を覚ました。どうやら酔いつぶれてしまったらしい。母の姿を探すと、キッチンで料理を作っている。いい匂いが部屋中に充満している。今頃、あいつ何してるんだろう。そんなことをこぼしながら顔を洗った。その時、部屋の固定電話が鳴った。こんな朝から電話かけてくるなんて随分と迷惑だ。そう思いながら受話器を取った。もしもし。もしもし、私、〇〇不動産の者です。お住まいの部屋ですが、昨日売りに出されることが名義者の方によって決まりましたので、確認のためお電話させていただきました。新たに買い手がつくまではその部屋に住んでもらっても構いません。コウスケは最初、この人が何を言っているのか理解できず、ポカンとしていた。ん？売りに出された。何言ってるんですか？僕は売ってなんかいませんよ。そんな、今すぐに中止してください。不動産の者は特に言い返すわけでもなく、冷静にこう返した。いえ、名義人の方から確かに売るとお伝えいただきました。失礼ですが、あなたはユミさんの…ユミの夫ですけど。愕然とした声で返す。ご家族の方ならお話し合いの上決定されるでしょうし、ご存知だと思っていましたが…ですが、権利者から直接売却希望の連絡がありました。手続きは完了しています。このマンションは人気ですから、1ヶ月もすれば買い手がつくでしょう。それまでにお引越しの準備をお願いいたします。では。無情にも電話は切られてしまった。彼の息は気がつかないうちに荒くなり、その顔色はどんどん白く染まっていった。話し合い、権利者が売るように連絡した。コウスケはふと我に返った。さっきまで散々優雅に過ごしていたせいで、この部屋がユミの所有物であることを忘れていた。どうやらユミがこの部屋を売り飛ばしたらしい。コウスケはいても立ってもいられず、ユミに電話をかけた。だが、何度かけてもユミは出ない。そして、10回以上かけたところで、ようやくつながった。あの部屋は売っておいたよ。私が住んでもいないのに、家賃払うの嫌だし、次に住むところの資金源にもしたいしね。あと、あなたには失望したわ。今度離婚届を送るからよろしく。応じないなら裁判よ。まあ、義母と一緒に優雅に暮らしてなさい。コウスケは絶望が立て続けに押し寄せてきて、何も考えたくなくなった。しかし、現実は変わらない。こんなことが母にバレたらひとたまりもない。そんな時、さらにコウスケに最悪は降りかかった。コウスケ、あんた、これ、何？キッチンの方から重々しい声で母が言った。振り返ると、母がある紙を手に持っていた。あなたとは二度と会いたくないです。今までずっと私を騙し続けていい気分でしたね。この部屋は、私があなたと住むために買った部屋です。あなたと一緒にいる必要がない今、この部屋は売らせていただきます。文句はもちろんありませんよね。さようなら。って、何よ。あんた、この部屋の権利者はあんたじゃなかったの。本当にあの女のものだったわけ。じゃあ、あんたがずっと居候してたの。母がその紙に書かれた文を読むにつれて、顔に、深いシワが刻まれていくのが分かった。ごめん、お母さん。この家を買ったのはユミだよ。俺のものじゃない。母は絶望した表情をした後、少し考えて再び柔らかい表情に戻った。そう。それは残念だけど、優秀なコウスケのことだから、すぐ他のマンションに移ればいいだけよ。なんなら、このマンションをもう一度買い取ればいいじゃない。焦ることはないわよ。コウスケは生きてきた中で一番気まずい気持ちになっていた。手汗が溢れ出し、冷や汗が首に流れる。
まるで前日に絶対に忘れてはならないと言われた大切な書類を忘れてしまい、上司が会社に通勤してくるまでの時間のような絶望感である。そうだ、コウスケはこのミスが原因で人生が狂った。一度に限らず何度もやらかしてしまった。でも言わなければならない。ついにコウスケは重々しく口を開いた。お母さん、実はさ、俺マンション買うことができないんだ。母は息子の謎発言に首をかしげた。何言ってるの？手続きなら手伝うわよ。不意気味にコウスケは言い返した。そうじゃないんだ。実は俺、無職なんだ。このマンションも全部ユミが支払ってくれたし、ご飯も生活も全部ユミが負担してくれた。仕事で失敗してクビになって他の仕事を受けようにも実績のない人間はどこも受け入れてくれなかった。今まで騙しててごめん。母は落ち着いた状態から再び怒りの表情に変わり、顔を真っ赤にして叫んだ。はぁ？何言い出すかと思えば無職だ！お前ふざけんなよ！なんで今まで私がお前のためにしてやったかわかるか！お前が出来損ないだってことはわかってたんだよ！だけど、一家の名を汚さないように必死によく見せようとしていたのに！それでお前がエリート不動産会社に入社したって聞いて、やっと安心してたのに！全部無駄だったってことか！私の時間を返せよ！出来損ないが！もう、泣くしかなかった。コウスケはその場で崩れ落ち、泣き叫んだ。母の期待の中、仕事をクビになったことなど言えるはずがなかった。お金もなく、職もなく、母からの支えもなくなった。コウスケに残されたのは、借金だけだった。その後、母は再び実家に戻り、コウスケは離婚を受け入れた。いろいろな会社を回ってみるも、どこに行ってもクビになって実績のない中年男など欲しがるはずもなく、借金取りに追われる毎日。当然のことかもしれないが、生きるのが精一杯の生活だった。今まで家族に贅沢な生活をさせてもらっていたことで、普通の生活という経験がなかった。こうして、コウスケは親に捨てられ、社会から見捨てられ、一人になった。夕立が突然降り出した。コウスケは崩れ落ちて、喉が枯れるまで叫び続けた。くそー！一方、ユミは売り飛ばした資金で一軒家に住んでいた。すっかりマンションが嫌いになっていた。もう落ち着いて暮らしていたい。今では夫の面倒を見る必要もなく、のびのびと幸せに暮らしている。外を見ると夕立が降り出していた。どこからかぼんやりと叫び声が聞こえた気がして、つい、コウスケの声だったら面白いのに、と失笑しながらつぶやいていた。俺と離婚してくれ。え、離婚？急にどういうこと？お前の会社、もうやばいんだろ。俺、お前が IT 企業の社長になるって言うから、金持ちになることを期待して結婚したんだよな。最初は調子が良かったのに、この3年は落ち目みたいだし、がっかりだよ。そんな、じゃあ、お金目当てに私と結婚したってこと？本当なら、不倫と分かった時点で即離婚するとこだったけど、その時はまだ会社の調子はそこそこ良かったみたいだったからな。それで今まで見送ってきたんだよ。会社なら大丈夫って言ってるじゃない。大丈夫って言葉だけで信用できるかよ。よく知らないけど、会社って倒産したら大きな借金背負うことになるんじゃないのか。とばっちりで俺まで苦労させられたらたまらないよ。おまけにお前は不倫なわけだし。だから離婚するんだ。私と離婚してどうするつもりなのよ。実は俺にはもういい人がいるんだよ。お前より若くて不倫でもないから、ちゃんと子供を産めるし、仕事もして安定した収入もあるから、会社がなくなって借金背負う可能性があるお前の完全上位互換になるな。もう、私と離婚すると決めている夫の言葉に、
遠慮はない。私の会社がうまくいっておらず、私が子供を産めないと思って夫は私を捨てて愛人と再婚するつもりのようだ。私は夫が言葉を口にするたびに胸をえぐられるような感覚がした。こんな夫、離婚するならこっちからお願いしたいくらいである。私はすぐに夫と離婚した。それから5年後、私はショッピングモールに買い物で見たくない顔に出くわした。やあ、不妊の元社長じゃないのか。毒気たっぷりの言葉をかけられて振り向くと、そこには元夫が立っていた。そしてその横には見ると思ってなかった顔があった。なるほど、そういうことか。私は5年前に告げられなかった真実を告げてあげることにした。ん？何か勘違いしてない？真実を知った元夫はさぞびっくりすることだろう。それとついでにもう一つ、私からおまけも添えてあげるとしよう。私はエミ、32歳で IT 企業の経営をしている。ただ経営していると言っても会社は設立したばかりだ。会社は AI を活用したシステムやアプリの開発をする IT 企業で、知り合いだった伊藤という男性と一緒に立ち上げたばかりなので、まだまだ小さいが、私にとっては自慢のお城である。私はこのお城を築く前、これから会社を立ち上げて大きくしていくために、恋愛や結婚はもうしないだろうと思っていた。しかし私は会社を立ち上げる少し前に夫の健太と出会い結婚した。周囲には結婚はしないと宣言していたのでびっくりされたが、結婚した私本人もびっくりだ。結婚のきっかけは友人に夫を紹介されたことなのだが、この友人がちょっとくせ者だった。エミちゃん、私の代わりに相手してほしい男の人がいるの。代わりってどういうこと？優子の恋愛絡みには私はノータッチだからね。いや、ちょっと良さそうな人がいるからキープしてたんだけど、その人を切ることにしたのね。でもその人がグイグイ来るタイプで、私のことを諦めてくれなくてさ。それで私よりもいい人を紹介するって言っちゃったの。キープって、優子には優しい彼氏がいるじゃない。それに私が優子よりもいい人？私は優子よりも5つも年上だし、可愛げもないし、完全に優子より劣ってるわよ。そんなことないって。エミちゃんは仕事がバリバリできてクールなタイプで、男性受けはいいと思うよ。それに紹介する人はエミちゃんと同い年だから、歳も気にしなくていいから。でも私はもうすぐ会社を立ち上げるから、恋愛とかそういうのはしないって言ったでしょ。一回会ってくれればその後はフルムしていいから。一回会えば相手も納得すると思うから、お願い、人助けだと思って。わかったわよ、一回会うだけだからね。相手が優子に後で何を言っても私は知らないからね。この忙しい時に変なことを引き受けてしまったと思い、私は電話を切ると大きなため息が漏れた。友人の優子は友達の妹だ。友人は用事もないのにやたら連絡してきたり、急に遊ぼうと誘ってきたり、今回のように無茶なお願いをしてくることもある。そんな友人は男友達が多く、よくモテるようだ。ただモテるだけならいいのだが、友人はちょっと男性に対してだらしない。友人とは女友達として接する分には楽しいし、いい子なのだが、これがあるから私は適度な距離を保って、余計なことに巻き込まれないように、恋愛関係の話にはノータッチにしてきた。だから私は友人の彼氏とも知人の仲だが、友人からキープ男の話を聞かされても何も聞かなかったことにする。しかし友人は友達の妹なので無下にはできないし、陽キャでお願い上手なのでこうしてたまに押し切られてしまう。私はしぶしぶ紹介された男性に会うことにした。私これから会社を立ち上げるところで恋愛する気があまりないんですよね。申し訳ないんですけど、今日は優子に頼まれたから来ただけで。会社を立ち上げるんですか？エミさんって僕と同い年ですよね。すごいですね。営業で会社からこき使われるだけの僕とは大違いだ。もっとお仕事の話を聞かせてもらってもいいですか？はい。ずっと企業に勤めてたんですけど、知り合いの男性と一緒に会社を立ち上げることにしまして。
夫は私の話に目を輝かせて食いついてきた。経営者は孤独と言われ、経営経験や興味がない人からはなかなか価値観は理解してもらえない。両親ですら会社を辞めてどうするつもりだと独立に反対していた。そのため私は気分が良くなり一方的に話しまくった。しかし夫は嫌な顔を一切せずに、うんうんと相槌をしながらどんどん目を輝かせていく。すでにアラサーだった私は、この男性を逃すと私の仕事に対する価値観を理解してくれる人とは出会えないかもしれないなと思った。夫の方も私をバリバリ仕事をしてクールな女性だと言って気に入ってくれ、私たちは付き合うことに。そして会社を立ち上げてさらに忙しくなってしまう前に私たちは結婚することにした。もちろん結婚前には私の仕事と夫婦生活に対する考えはちゃんと伝えてある。私はこれから仕事一筋になると思うけど、本当に結婚して大丈夫？ケンタは子供が欲しいんでしょ？すぐにはできないわよ。子供がすぐにできないのはちょっと残念だけど、まずは仕事を頑張ってよ。やりたいことをするのが一番でしょ。俺は俺で仕事を頑張るし、お互いに頑張るってことでいいんじゃない？出会い方はどうであれ、私は夫に出会えて本当に良かったと思う。私は夫と出会わせてくれた友人に結婚の報告と感謝の電話をした。だから言ったでしょ？エミちゃんに会う人だと思ったんだよね。そんなことを言われた記憶はないが、そういうことにしておこう。それから私と夫は結婚。無事に会社も立ち上げることができた。今は会社を大きくするために仕事優先の日々を送らせてもらっている。夫は私に何も文句は言わないし、応援もしてくれる。本当にいい人と結婚できてよかったと思う。しかし、時間が経つにつれ、状況は徐々に変化していった。結婚から3年、私の会社は順調に成長していて、仕事の方もだいぶ落ち着いてきている。また、私は35歳となった。そのため、そろそろ先延ばしにしていた問題を解決しないといけない時期だ。その、あんまり女の人にこういう言い方はあれだけど、エミはもういい歳だろ。だから、そろそろ子供を何とかしないといけないんじゃないかなと思うんだけど。わかってるわ。ちゃんと子供のことも考えないとね。よかった。仕事があるから子供はもういらないとか言わないか、実は心配してたんだ。そんなことは言わないわよ。私だって子供は欲しいわよ。ただ、会社のことがあったから、タイミングが悪いと思ってただけよ。でも、会社は大丈夫なのか？妊娠したら仕事はできないだろ。伊藤さんがいるから大丈夫よ。それに、テレワークでも対応できることは多いし、子育てを甘く見てるわけじゃないわよ。ちゃんと子育ても頑張るから、安心して。ずっと不安に思っていたのか、夫は私にわかりやすく安堵の表情を向けた。本当なら、私が気がついて先に説明して安心させてあげるべきだったのだろうが、仕事に夢中だった私は夫の不安に気がつかなかった。夫には好きにさせてもらって本当に感謝している。しかし改めて私は夫に甘えっぱなしであったことを実感し、反省しなければいけないだろう。それからの私と夫は本格的な妊活を始めた。30代後半の自然妊娠確率は18% くらいらしい。20代と比べるとこの数字は低い。しかし妊活を1年続ければ妊娠する確率は 60% 以上になるそうだ。これなら決して低い数字ではない、そう思っていたのだが。ごめんね、私がおばさんだから。俺も同い年だろ。冗談でもそういう言い方はやめろよ。妊活を始めて1年、私たちに子供はまだできていない。私は家の中に漂う暗い雰囲気を少しでも明るくしようと冗談を言ったが、ただただ夫と一緒に虚しさを感じただけだった。結婚してすぐだったら妊娠したかもしれない。そんなことをよく考えるようになった私は、夫に対して罪悪感を感じるようになってしまった。そのため少しでも妊娠の確率を上げたい私は、我にもすがる思いで産婦人科に妊活の相談をしに行くことにした。しかし、これが私の罪悪感をさらに強める結果となる。私、不妊治療が必要なんだって。今
産婦人科で検査を受けたら、そう言われた。じゃあ、子供はできないってことか。不妊という言葉を聞き、夫はガクンと肩を落とす。その夫の姿に、私は罪悪感を感じてしまった。ただ、夫のように絶望するほどのことではない。私は、妊娠の希望があることを夫に伝えた。子供はできるの。30代後半での不妊治療の成功確率は 30% もあるんだって。そう低すぎる数字じゃないでしょ？ちゃんと治療すれば子供はできるの。私はこの話を医者から聞いたとき、希望の光が差したような気がした。しかし、夫はそう思ってくれなかったようだ。それって、不妊治療で 30% の確率を引いた上で、自然妊娠確率は 18% を引かないといけないってことだろう。しかも、これから年を取るにつれて、その確率はガンガン減っていくんだろう。これって思ってるより厳しい確率なんじゃないか。私の話を聞いても、夫は肩を落としたままだった。不妊は私の体のせいなので、夫に対して罪悪感はある。しかし、絶対に妊娠できないわけではないので、ここは一緒に頑張ろうと言って欲しかったところだ。この時、私は夫との間に大きな溝ができたように感じた。私の不妊が発覚した後、私と夫は不妊治療を含めて妊活をひとまず続けることにした。ただ、私たちの間にできた溝は思ったより深いようで、夫は妊活に非協力的だ。今日は帰りが遅くなるから先に寝ててくれ。前みたいに待ってなくていいからな。また？最近帰りが遅いわね。お前が仕事を頑張ってたように、俺もいろいろと頑張ってるんだよ。不妊が発覚してから一年。妊活はいつの間にか終了。夫は仕事を頑張っているようなので、私も再び仕事に力を入れることにした。しかし、世の中は悪いことが起きると、なぜか立て続けに悪いことが起こるようになっているようで、私は仕事でも頭を抱えていた。お前、去年くらいからやけにバタバタしてるよな。忙しいのか？でも、仕事が順調で忙しそうな時は、疲れた表情してても、お前は楽しそうにしてたよな。何かあったのか？会社を立ち上げて5年。ここまで順調だったんだけど、ちょっと勢いが止まってね。経営、やばいのか？そういうわけじゃないわ。ただ、成長がここ最近は横ばい状態なのよ。順調な状態からの横ばいなら、問題ないだろ。周りの企業はどんどん成長するんだから、現状維持は実質的に下降と変わらないのよ。今は大丈夫でも、今のうちから対策しないと、どんどん状況が悪くなっていくわ。俺にはよくわからないけど、そうなのか。会社、大丈夫なんだろうな。ええ、大丈夫よ。きっとなんとかなるわ。なんとかなるって、そんな根拠のないこと言ってて大丈夫なのかよ。私が不妊と分かってから、夫は少しそっけなくなったと感じていた。しかし、そんなことはなかったようだ。夫は私のことを心配してくれているらしい。会社は大丈夫なのか？あれから少しは状況良くなったか？それからも夫は、よく私のことを心配してくれた。夫が心配してくれる気持ちは嬉しいが、1年経っても、2年経っても、状況は変わらず、私はバタバタしていた。お前、大丈夫大丈夫って言い続けてるけど、もう3年経つぞ。かなり時間も経ってるし、本当はお前の会社はもう限界なんじゃないか。だから大丈夫って言ってるでしょ。もうちょっとなんだって。それって切羽詰まったやつの常套句じゃないか。やっぱり会社がうまくいってないんだな。まあ会社経営なんてそんな簡単にうまくいくわけないか。変な夢見るよりも真面目に勤めて頑張る方がいいってことだな。そんな言い方やめてくれる？事実だろう。俺はこの5年仕事をコツコツやってきて昇進したぞ。それに比べてお前は会社が危ない状況だ。どっちがちゃんと仕事してきたって言える？だからあとちょっとで大丈夫になるって言ってるでしょ。はいはい、わかりました。夫は私のことを鼻で笑うとリビングから出て行った。今は言い返すことができないので、リビングに残された私は悔しさをぐっとこらえる。夫は確かに仕事を頑張っていた。私よりも帰りが遅い日もあるし、休日出勤することもあれば、出張することもあった。
私が今まで仕事を頑張ってきたように、夫も夫で仕事を頑張っていたと思う。しかし、自分がいい結果を出したからといって、私のことを仕事で見下さなくてもいいだろうに。この日以降、夫は私のことを明らかに見下すようになってしまった。お前の会社、もう潰れる寸前なんじゃないのか？夫は、家で私の顔を見るたびに、心ない言葉を投げてくる。ただ、それもあと少しの我慢である。そう思って耐えていたのだが、あと少しというところで、夫は私に耐えることのできない、爆弾を放り込んできた。俺と離婚してくれや！え？離婚？急にどういうこと？仕事から帰宅した夫は、晩ご飯の準備をしていた私の顔を見るなり、いきなり離婚を突きつけてきた。まさか、離婚とまでは言い出さないだろうと思っていた私は、震える指でコンロの火を止める。お前の会社、もうやばいんだろ？俺、お前が IT 企業の社長になるって言うから、金持ちになることを期待して結婚したんだよな。最初は調子が良かったのに、この3年は落ち目みたいだし、がっかりだよ。そんな、じゃあ、お金目当てに私と結婚したってこと？そうじゃなければ、お前を落とすために真剣にわけのわからない小難しい仕事の話を長々だと聞いたりするかよ。本当なら不妊と分かった時点で即離婚するところだったけど、その時はまだ会社の調子はそこそこ良かったみたいだったからな。それで今まで見送ってきたんだよ。でも、その会社も調子が良くないって言うんじゃ、一緒にいる意味ないよな。会社なら大丈夫だって言ってるじゃない。大丈夫って言葉だけで信用できるかよ。よく知らないけど、会社って倒産したら大きな借金背負うことになるんじゃないのか。とばっちりで俺まで苦労させられたらたまらないよ。おまけにお前は不妊なわけだし、だから離婚するんだ。不妊って言っても、それは絶対にできないってわけじゃないでしょ。それなのにあなたが協力してくれなかったんじゃない。それに私と離婚してどうするつもりなのよ。実は俺にはもういい人がいるんだよ。お前より若くて、不妊でもないから、ちゃんと子供を産める。仕事もしてて、安定した収入もあるから、会社がなくなって借金背負う可能性があるお前の完全上位互換になるな。もう私と離婚すると決めている夫の言葉に、遠慮はない。私は夫が言葉を口にするたびに、胸をえぐられるような感覚がする。最初は夫との離婚を避けられないか考えていた私だが、今は離婚するなら、こっちからお願いしたいくらいである。もう、相手がいるってことは、それって、不倫になるんじゃないの？そういうことになるかな？不倫の慰謝料が。それなら準備してきたよ。夫はポンと、キッチンのテーブルに、一つの大きいサイズの封筒を投げた。封筒には、熱いものが入っているようで、不自然に膨らんでいる。慰謝料の請求とか、やりとり面倒だろ？200万入ってるから、これを示談金とか手切れ金とかってことですんなり離婚してくれないか。何ふざけたこと言ってんのよ。こんなお金受け取れるわけないでしょ。強がるなって。今のお前には少しでもお金が必要なんじゃないのか。それとも俺とは離婚したくないってダダこねるつもりか。離婚はするけど、このお金はいらないってことよ。夫の言動に我慢の限界を迎えた私は、まだ一度も湯気を立てていない味噌汁の鍋をコンロに残して家から出る準備を始めた。それから私と夫はすぐに離婚した。もちろん尺に触るので不倫の慰謝料は請求しない。今の私は離婚や不倫のことで神経や体力を使っている場合ではない。ただ離婚が決まった時に元夫を紹介してくれた友人に報告の連絡をしたのだが、この時は精神的ダメージを負った。ごめんね。せっかく紹介してくれたのに、離婚することになって。別にいいんじゃない？離婚のする、しないは二人の自由なんだから。優子も半年くらい前に彼氏と別れたんでしょ？これでお互い一人だね。そうね。でも一緒にしないでよ。私にはキープがいるんだから。友人は相変わらず、男性との付き合い方はだらしないようだ。しかし、私に対する態度は相変わらずではなくなった。今までは人懐っこくて明るく、ぐいぐい来るタイプだったのに、私の言葉に対する反応が冷たい。紹介した元夫と離婚したので、機嫌を損ねてしまったのだろう。離婚後は、
ぷつりと連絡がなくなってしまった。どんな友達でもいなくなってしまうのは何とも寂しいものである。しかし落ち込んでもいられない。私はこれからのことを考え、ふんと鼻で息を鳴らして気合を入れて気持ちを奮い立たせた。離婚から5年、仕事が休みだった私はショッピングモールに買い物に来ていた。そこで見たくない顔に出くわす。よう、不倫の元社長じゃないか。毒気たっぷりの言葉をかけられて振り向くと、そこには元夫が立っていた。そしてその横には見ると思ってなかった顔があった。久しぶりね。まだこの辺に住んでたんだ。優子？元夫と友人はもともと知り合いなので、一緒にいても別に不思議なことはない。しかし、二人のすぐ後ろに大きな子供がいるのは不思議だ。ただ、なんとなく察してはいる。私、ケンタと結婚したの。この子は私とケンタの子供よ。子供が羨ましいか？優子はお前と違って、すぐ子供できたぞ。元夫と友人は、私に自慢するために、背後にいた子供を前に出してきた。見た目は小学生くらいだろうか。いきなり知らない人の前に出されて恥ずかしそうにしている。どうやら元夫が言っていたいい人というのは友人ということで間違いないようだ。子供の大きさからして私と元夫が離婚してからすぐにできた子だろう。もしかしたら離婚前にはすでに友人が妊娠していた可能性もありそうだ。子供ができるほどの仲ということは離婚前からの浅い付き合いとは考えがたい。元夫は仕事で帰りが遅かったり、休日出勤したり、出張に行ったりしたが、仕事のふりをして、すでに不倫をしていたのだろう。友人は元夫を私に紹介しつつも、たくさんの抱えるキープのうちの一人として扱っていたのだと思う。キープとしての関係を続けるうちに、元夫が出世して、本命にクラスアップしたということか。私との連絡を切ったのは、離婚のごたごたに巻き込まれないように、しばらく黙っておこうという判断か。目の前に大きな子供がいて、元夫と友人のことをよく知っている私は、考察がはかどる。ケンタのことをもらっちゃってごめんね。エミちゃんはもう40を超えてるから、まだ一人かな。不妊なんだから、一人に決まってるだろ。かわいそうなこと言ってやるなよ。仕事はどうだ？会社はとっくに潰れて。借金まみれか。ケンタの方がかわいそうなこと言ってるじゃん。元夫と友人は二人がかりで私のことを見下してきた。しかし真実を知らない二人は私のことを見下せてはいない。ん？何か勘違いしてない？私は五年前に告げられなかった真実を告げてあげることにした。私が二人と数分ほど話をしていると、ある男性が近づいてきて、声をかけてきた。ごめん、トイレが混んでてさ。あれ、こちらの方？元夫と、その元夫を紹介してくれた友達よ。話したことあるでしょ？ああ、この人たちが。どうも、はじめまして。エミの夫で、まさきと申します。夫？そうよ。私と一緒に起業した、伊藤っていう人を覚えてる？まさきは、その伊藤よ。そうか、仕事仲間と再婚したのか。ビジネスパートナーとしてやってきたから恋愛感情はなかったんだけど、離婚した後にずっと私のことを支えてきてくれたことに気がついてね。二人は私が再婚しているとは思ってなかったようで驚いている。しかし再婚のことよりも二人にとっては夫が連れている子供の方が驚きが大きいだろう。結婚はわかるけど、その子はさっきから気になってたんだけど、旦那さんの連れ子とか。失礼なこと言わないでよ。ちゃんと私とまさきの子よ。え？お前が子供を産んだのか？不妊だったのにどうして？それも失礼な言葉ね。私は完全に妊娠できないわけじゃないって言ったでしょ。まさきは付き合い始めた時から不妊治療にも、あんたと違って妊活にも積極的に協力してくれたの。そしたら40直前でこの子ができたの。40歳って、俺たちの時よりも妊娠の確率は減ってるんじゃないのか？確率は減ってもゼロになるわけじゃないでしょ。確かに40歳での自然妊娠の確率は 5% くらいで、不妊治療の成功確率も
15% くらいだったわ。でも、まさきが協力してくれたからね。こういうことは、夫婦でちゃんと協力すれば、確率の低さなんて関係なく、コウノトリが赤ちゃんを運んできてくれるってことよ。元夫は少しずつ、イライラしたような表情を見せ始めた。元夫は、私に独身と不妊でマウントを取ろうとしたのに、それがことごとく的外れだったことが気に食わないのだろう。友人も自分の方が、私よりも幸せな生活を送っていると思っていたのに、再婚して子供がいるという横並びの状況が気に食わないようだ。友人の顔も少しイラついているように見える。二人はどうしても私にマウントを取りたいようで、今度は仕事の話を突き出してきた。まさきさんも会社の方は大変でしたね。今は何のお仕事をされてるんですか？そういえば、エミちゃんも今は何の仕事してるの？ん？あんたたち、それも何か勘違いしてない？私たちは変わらずに会社で働いてますけど。え、会社潰れたんじゃないのか？あんたね、どこまで失礼なこと言えば気が済むのよ。私たちの会社は潰れてないわ。それどころか、離婚した直後に会社は上場して資金調達がしやすくなったり、信用を得やすくなったりして、この5年でかなり大きく成長したわよ。嘘でしょ。ケンタから聞いてた話と全然違うじゃない。元夫と友人は、今日一番の驚きの表情をしている。会社は元夫が私との結婚と離婚の判断に影響を与えた重要な要素だ。そこに想像とは真逆に近いことが起こっているとなれば、驚くのも無理はないと思う。これでやっと私は、5年前に告げられなかったことを、夫に告げることができる。離婚の3年も前からバタバタしてて、何を聞いても大丈夫しか言わなかったのに、どうしてそんな会社が上場できるんだよ。そのバタバタしてた理由が、上場の準備をしてたからなのよ。上場で審査やら申請やらで、時間がかかって、3年はかかるものなのよ。なんだって、じゃあ、あの時からすでに上場することになってたのか、どうして教えてくれなかったんだ。上場の準備してるって口外するのは、インサイダー取引のバケット条約に違反になるの。つまり、罪になるってことよ。言えるわけないじゃない。私の大丈夫って言葉を信用してほしかったわ。そんな、お前の会社って、上場できるほど大きかったのか？あんた、上場する企業って名前を聞いたことのあるような大企業しかできないと思ってない？上場の条件は、市場ごとに違って、5年前の私たちの会社規模でも、上場はできたの。だから、成長が止まった会社をさらに大きくするために、私たちは会社を上場したのよ。あなたはあれからまた出世した？まあ、ちょっと出世したくらいじゃ、会社の成長の規模とは比べ物にならないから、聞いてもあんまり意味ないか。元夫は、仕事でもマウントを取ることに失敗した。また、私はわざと少しトゲのある言い方をしたこともあり、元夫の表情は悔しそうだ。元夫と友達の言葉に全てカウンターを食らわせた私は、もう満足だ。悔しそうにする元夫と友人を無視するように、私は二人の子供に話しかける。君、いくつ？6歳です。ケンタの子に言ってはしっかりしてるわね。あれ、6歳？私は子供の年齢を聞いて、あることをふと思い出す。ゆうこ、あんたが前の彼氏と別れたのって、私とケンタが離婚する半年前よね。彼氏はあんたと別れたことを連絡してきて教えてくれたんだけど、急に振られたって言ってたわよ。それって、別れる直前まで仲いいふりって言えばいいのかしら。してたわよね。しかも、ケンタとは前から関係があったわけだし、離婚の1年前にって考えると、その時は二人同時って状況で。私は子供の前なので言葉を濁す。元彼の子供って言いたいの？そんなわけないでしょ。この子は私とケンタの子よ。この子の顔を見てみろよ。俺に似てるだろ。私が言葉を濁した意味はなくなってしまった。別に私も本気で二人の子供ではないと思っているわけではない。ただ、元夫と彼氏が付き合っている期間が被っていることを知れば、元彼と友人が少し揉めてくれるかと思っただけだ。しかし、元夫の反応から、不倫の時から友人に彼氏がいることを分かっている様子だ。まさき、行きましょうか。ああ、そうだな。どこまでもどうしようもない二人に、呆れた私たちは話を切り上げ、その場を離れた。この時、私が何気なく放った言葉が、
元夫と友人の関係を崩壊させるとは思っていなかった。元夫たちと出会った日から数ヶ月ほど経った頃、急に元夫から電話がかかってきた。お前、もしかして知ってたのか？なんで教えてくれなかったんだ？いきなり何？何のことだかさっぱりなんですけど。俺たちの子供のことだよ。お前の言う通り、元彼の子供だったんだ。え、それ本当？私は想像していなかった展開に、不謹慎にも思わず笑ってしまった。自分の子供だと思っていたのに、そうではなかったことで、元夫の周りは、修羅場とかしているそうだ。ショッピングモールでお前に言われたから、安心を形にするために、念のため DNA 鑑定しようってなったんだ。それで、俺の子供じゃないって分かって、よくよく調べたら、元彼の子供だってなって。それって、優子が企んしたってこと？いや、そうじゃないから、ややこしいことになってるんだ。俺、他人の子を6年も育てただろう。これからも他人の子の面倒を見たくないから、優子に離婚してほしいって頼んだんだ。でも、優子も俺の子だと思ってたみたいで、企んで俺を騙したわけじゃないってことで、離婚してもらえないんだ。二人とも自分たちの子供だと思ってたから、戸籍上はちゃんと俺の子供になってて、親子関係って外すのがすごく難しいらしいんだ。このままじゃ俺、他人の子供を育て続けなきゃいけなくなるんだ。元夫が一人でぐちぐちと言い出すと、私はだんだんとイライラしてきた。しかも、元彼が自分の子供だと知って、子供を引き取りたいって言い出してるんだ。でも、優子と再婚するつもりはないらしくて、優子は子供だけ渡すことはしたくないって言い出し、子供さえ渡してくれたら、手元から子供がいなくなって、優子と二人になれて、丸く収まるのに。離婚したい夫に、子供を引き取りたい元彼。子供と一緒にはいたいが、子供と一緒にはいたいが、シングルマザーになりたくない友人の三人で、泥沼化しているということか。元彼と友人の話は聞いてないので、ここに関しては何も言えない。ただ、元夫に対しては、はっきりと文句を言ってやりたい。お前、大きな会社の社長だろ。敏腕弁護士とか、お金とかで、なんとか俺を助けられないか。離婚はしたけど、俺たち、夫婦だっただろ。あまりにも身勝手な元夫の言葉に、私はブチ切れてしまった。私の口からは、決壊したダムのごとく、文句が溢れ出す。あんたみたいないい加減な人間を、どうして私が助けないといけないのよ。6年も親子すれば、それはもうあんたの可愛い子供でしょ。いちいち誰が本当の父親とか関係あるわけ？しっかり責任持って育てなさい。私は勢いのまま、電話を切った。その後、子供は元彼が引き取ることになったらしい。私は、元彼がどんな人か知っている。元夫と友人と比べ物にならないくらいの常識人なので、子供が二人の元に残らなくてよかったと、私は思った。ただ、私の思いつきで話したことから、真実が発覚し、6歳の子供が、大人の事情で振り回されることになったことは、申し訳ないと思った。しかし、元彼であれば、子供のメンタルをしっかりサポートしてくれるだろう。友人は、子供を引き取られたことで、精神的に参っているそうだ。元夫はそんな友人を支えるわけではなく、友人に離婚を突きつけた。子供を失った友人は、元夫の離婚を飲んだそうだ。こんなひどい話が広まらないわけがなく、元夫は周囲から非難の的となった。両親や兄弟などの身内にまで見放されたそうで、今は完全に孤立しているらしい。また、非難され続けていることで、夫も精神的に参ってきているそうだ。元夫と友人は辛い思いをしているかもしれないが、一番辛い思いをしたのは、二人のせいで振り回された子供の方だと思う。そのため、じっくりと辛い思いをしていればいいと思う。私たちの方は、生活も仕事も順調だ。会社は今も成長しているし、私たちの子供も元気に成長している。夫は子供がこの間幼稚園に入ったばかりだというのに、もう勉強机がどうのこうのと言い出した。こうして子供についての話を、当たり前のようにできる今に、私は幸せを感じている。私の名前は美里。私には結婚して数年になる夫がいる。夫は結婚した当初は私のことを大切にしてくれた。サプライズが大好きな夫は、付き合っている時から
いろいろなプレゼントをくれたのだ。私はそんな優しくて細やかなところにも気づける夫のことをどんどん好きになり、夫と結婚しようと心に決めた。夫のことが本当に大好きだったのだ。そして夫も私のことをどんどん大切にしてくれた。しかし結婚して夫婦となった私たちには大きな試練が待ち受ける。夫婦揃って子供が好きな私たちは計画的に子供を作ろうと考えていたのだ。だが子供ができそうな気配は全くない。毎月とても頑張っているのに全く成果のない日々に疲れ切っていた。最初の頃は夫も私のことを気遣ってくれて、難しく考えなくていいよ、大丈夫、きっとすぐにできるさと言ってくれた。しかし数年経ってもできる気配はなく、私たちはついに病院で不妊に関する検査を受けることにしたのだ。すると結果はすぐに分かった。なんと私の不妊が発覚してしまったのだ。夫の方は特に何も問題はなかった。道理でどんなに気をつけていても子供ができなかったわけだ。私は思ったより冷静にそう思い納得した。しかし冷静な私とは対照的に夫は顔を真っ青にさせて先生にいろいろ聞いている。それはそうだ。あんなに子供を望んでいたというのに、結婚した嫁は子供を産めないことが分かってしまったのだから。その日からあの優しかった夫は変わってしまった。お前は嫁の務めを果たせないんだから、せめて家のことくらいは完璧にしろよ。と私に対してそう言うようになったのだ。私は結婚前から自分の会社を経営している。夫は私と同じ業界で働いていて、私の忙しさもよく知っていた。だからこそ前は私に気を使ってくれて優しくしてくれていたのだ。しかし今の夫はそれを知りながら不妊だと知った瞬間に見下すようになった。さらに、正直さ、お前の価値って何なんだろうな。子供も妊娠できない女に価値なんてないだろう。無価値なんだよお前は。と私には女の価値がないとまで言ってきたのだ。何もそんな言い方はないでしょ。子供が産めないって分かっただけでそんな風に言うことはないでしょと反論したが、何か文句でもあるのかよ。だったらとにかく子供でも何でも産めよ。女としての価値がまだ自分にもあるって証明してみろよ、もしできるならな。と夫はそう返してくるばかり。夫婦の溝は深まるばかりだ。私はもう夫のあざけりの言葉を聞いても涙すら出なくなっていた。涙も枯れ果ててしまうくらい毎日泣いているうちに夫の身の回りを散歩させよう。さらに最近は私の前で誰かに電話をかけて、俺も愛してるよ、早く一緒に暮らしたいね、なんて言っている。夫はついに私の前で堂々と浮気をするようになってしまったのだ。しかも私がいる時にわざわざ電話をかけたり、ねえこの子可愛くない、子供は当たり前に産めるみたいだし、やっぱり不能なのはお前みたいなおかしい女だけかもな、と女の写真を見せつけてそんなありえないことまで言ってくる。夫は私の反応を期待しているのかわからないが、いつも私の反応を待っていた。私はそれに対して、へえ、そうなんだ、とそれだけ返す。夫はつまらなそうな顔をしているが、私が知ったことではない。私はさっさとその場を離れて、一人で壁にもたれかかって座り込んだ。最初こそ、こんな私と結婚してしまった夫のことを気の毒とすら思っていた。しかし今はこんなにだらしない男だとは思ってもいなかったので、正直愛想が尽きてしまったのだ。私は
夫の浮気の証拠を少しずつ集めながら、離婚に向けて様々な準備を進めていった。幸い、夫が自分から見せてきたりと、堂々と浮気をしているので、探偵を雇ったりする必要もなさそうだ。ホテルに行っていることも匂わせてくるので、心底気持ちが悪いが、これも証拠としてしっかり保存しておいた。夫が何を思って私にそんなものを見せつけてくるのか、その真意はわからない。だが、こちらにとって好都合なのは確かだ。そんなある日、私が仕事を終えて家に帰ってくると、おい、聞いたぞ。と、夫が嬉しそうに近づいてきた。何事かと思わず身構えると、夫はさらにニヤニヤと笑いながら、お前の会社、倒産するんだって？と、そう言い出したのだ。私は首をかしげるばかり。一体、夫は何の話をしているのだろう。夫の言葉の真意がわからず、私は素直に、ごめん、何の話？と聞き返す。しかし、夫は、ニヤニヤ顔を隠そうともしないで、だから、会社が倒産するんだろって聞いてんだよ。ざまあ見ろ。お前が社長を続けることはできなくなるって聞いたぞ。それはつまり、そういうことだろ？と繰り返してきた。一応ここで確認しておくが、私の会社は倒産しない。今後も安泰だ。ただ、私は社長という立場ではなくなる。それは事実だ。だが、外には会社のことは、夫は何を根拠にそんな話をしてきたのだろうか。倒産なんてしないよ。一体何の話？と、私はすぐさま反論したが。くだらねえ嘘ついてんじゃねえぞ。お前は社長じゃなくなるんだろ？じゃあ倒産だろうが。と、夫は全く聞く耳を持ってくれず、私が自分の口から、確かに社長じゃなくなるけど、というまで何度もうるさく会社の話をしてきた。そして私が社長でなくなると知った夫は、わかりやすくガッツポーズをして、ほら見ろ、やっぱり倒産するんだろうが、と私を煽っているかのようにバカにしてきたのだ。私はもう子供のようなリアクションをする夫に呆れてしまい、もういい？私は忙しいから、と言って、さっさとその場を立ち去ろうとした。しかし、夫は私を止めながら、あ、ちょっと待て。倒産する会社を抱えてる女とか、お荷物以外の何者でもないから。と言い出し、離婚届を叩きつけてきたのだ。私は夫の突拍子もない行動に、ただ驚くことしかできない。むしろ離婚したいと思っていたのは私の方なのに、夫から切り出してくるとは思いもしなかった。しかし、夫は私がいきなり離婚を突きつけられていることに驚いていると思ったようで。お前さ、自分は離婚されないと思ってたんだろう？残念でした。お前みたいな子供も産めない、お金も生み出せないお荷物なんて、こっちから願い下げだよ。と、そう言い放った。さらに、私が何も言わないのをいいことに。俺には可愛い彼女がいるからな。お前と別れて、彼女と一緒に生きていくから離婚だ。と、そう言ったのだ。夫に浮気相手がいることは、私もよく知っていた。証拠を山ほど集めていたので、浮気相手の顔もよく知っている。今この場で宣言されなくても、わかりきっているのだ。だが、私はあえてそれらには触れず、わかりました。離婚に応じます。と、そう返した。浮気の証拠は集まっているが、少し夫を泳がせてみたのだ。離婚届にも素直に応じてサインをしてみせると、夫は私の会社が倒産すると思い込み、さらに倒産をすることで、多額の借金を抱えていると勘違いしているようで。財産分与はなしだ。いいな。と、そう言ってにやりと笑った。腹が立つほどのドヤ顔だ。
しかし、財産分与をしなくていいなんて、私にとっては好都合でしかない。私は夫を勘違いさせたまま、指示された通りに書類にサインしてみせた。一応、倒産はしていないと伝えているので、騙してはいない。これは夫が勝手に勘違いして、勝手にやっていることだ。私はそれに黙って従っているに過ぎない。こうして私たちは離婚して、晴れて自由の身となったのだ。これでもう私は元夫から攻撃を受けることもなく、家事をしなくても文句を言われることはない。私はもともと元夫と離婚をするためにしっかりと準備していたこともあって、離婚を言い渡された側の私は本当に晴れやかな気持ちだった。それから3年の月日が経った。私はもう元夫のことなんてすっかり忘れて、一人の毎日をこれでもかと満喫している。離婚後に元夫に対して3年の間に慰謝料請求に関する督促状を送っていたのだが、元夫からは返事はなく、もちろん慰謝料を支払ったりもしない。これ以上は諦めるしかないと思い、しかしある日、いつもより遠くのショッピングモールに買い物に行くと、目の前に見たことのある顔があった。一瞬だけ見間違いかと思ったが、やはり間違いない。あれは元夫だ。隣にはお腹の大きい女性もいる。少し歳を取った気がするが、前に元夫が見せてきた浮気相手の顔によく似ていた。どうやら元夫と結婚した後、子供を授かって幸せに暮らしているという状態なのだろう。このまま気づかれないうちに帰ろうと思ったが、元夫がふとこちらを見て、あれ？美里じゃない？と声をかけてきた。いや、今の奥さんがいるのに、どうして元夫は声をかけてきた？そう思ったが、目が合っているので無視をするわけにはいかない。元夫は私を見るなり、意地悪そうな笑みを浮かべて。お前、今どんな暮らししてんの？借金が5億あるって聞いたけど？と、早速馬鹿にしてきた。ふと浮気相手の方を見ると、元夫と同じように、私を見下したような笑みを浮かべている。なるほど、浮気をして家庭を壊すような女だ。ろくな思考回路をしていないのだろう。私は、あの元夫に罵倒された過去を思い出し、だんだん腹が立ってきた。それより3年も経過しているのに、まだ私の会社が倒産したと思っているなんて、正直驚きだ。この男はテレビのニュースを見ないのだろうか。つくづく不思議な男。私はもうそろそろ真実を打ち明けるべきだと思い。一体何の話？さっきから、私の年収と間違えてない？と、すっとぼけた顔をして、元夫にそう言い放った。は？元夫は予想通りの間抜けた顔をしている。あの日、元夫は私にしっかりと確認するべきだったのだ。私は社長職を辞めることにはなったが、今もあの会社にいる。会社はもちろん倒産したわけでもなく、信用できる企業に売却したのだ。これは我が社がステップアップする上で重要な売却だった。結果、今も成績をめきめきと伸ばしているのだ。今の私は別の事業を進めていて、かなり忙しく暮らしている。そのため、年収は5億円ほどだったのだ。え？だって、お前はそんな話、一度もしてなかったぞ。と元夫はそう言ってきたが、説明しても嘘つき呼ばわりしたでしょ？勝手に倒産するって話を持ってきて、私に多額の借金があるなんていう根拠のない話をするなんて、最低の人間ね。と私は徹底的に言い返してやった。元夫は最初の頃こそ、でも聞いたんだ。と根拠のない会話を繰り広げていたが、やがて元夫はどんどん声が小さくなっていく。元夫は完全に落ち込み、何も言い返せないようでうつむいている。
浮気相手も私の年収を聞いて驚きを隠せないようだ。私はそんな二人を冷めた目で見ながら、ところでここ何年かの間に慰謝料に関する督促状を送ったんですけど、ちゃんと目を通しましたか？これ以上無視をするならわかるよね、と言い放ってやる。すると浮気相手は慌てた様子で、ちょっと督促状って何のこと？やばいんじゃないの？と元夫に迫っていた。やっぱり浮気相手は知らないようだが、元夫は分かっていて無視していたのか。私はまた元夫に呆れてしまった。もしこれ以上無視するのなら強行手段に出ますから、と私が追撃すると、元夫は汗びっしょりになりながら、美里、俺が悪かった。お前がそんなに稼いでいるなんて、どうしてあの時に言ってくれなかったんだ。どうかこれからは、もう一度俺と一緒になってくれ。と、私にすがりついてくる。私は、そんな元夫をかわしながら、浮気相手の彼女との間に子供がいるんでしょ？それなのに平気でそういうこと言うなんて、本当にありえない。と、そう返す。そのまま進もうとするも、待ってくれ、と元夫はまだ叫ぶ。そのあまりの声量に思わず手を止めると、元夫は続けて、頼むから助けてくれよ。俺と美里は夫婦だったろ。元とは言っても困った時は助け合うものなんだから、これからは助け合って生きていこう。協力してくれたら俺は今度こそ頑張るから、とそんなことを言ったのだ。どこまでも身勝手なことしか言わない元夫に、私はブチ切れそうだ。それにしても、今の奥さんを無視して、私に謝罪と懇願をしてくるなんて、本当につくづく自分のことしか考えていない男だ。すると、浮気相手は、ついに顔を真っ青にして。本当にごめんなさい。彼はずっとあなたからストーカー行為を受けていて、迷惑してるって聞いていて、と大きな声でそう言った。聞けば元夫は浮気相手に嘘をついて、私と離婚した後に結婚したのだ。そして私のことをストーカー扱いして、さっきばったり会った時は元夫が反論したことで勝ちを確信して笑ったらしい。信用してもいいのだろうか。さっきのあの笑みはそんな優しいものではなかった。本当かどうかわからないが、浮気相手は顔を真っ青にさせて謝罪を繰り返しているので、ひとまずこの場では許すことにした。慰謝料は支払います。ですから、どうかそれでお許しください。と、浮気相手はそう言っているので、わかりました。ただ、あなたが浮気相手だってことは、私はずっと知っていました。ただ、妊婦のあなたの負担になるのは良くないので、今は見逃しておきます。と、私はそう返した。私はひとまず信じることにしたのだ。そして、泣きわめく夫を浮気相手は引きずって帰っていった。その後は浮気相手の言っていた通り、元夫から慰謝料が一括で支払われたのだ。その後、風の噂で元夫は義実家に戻ったと聞いた。しかし、その後は行方が分かっていない。浮気相手とは結局別れたらしい。それはそうだ。あれだけのことをして、夫婦の生活を続けられるわけではない。元夫は浮気相手に養育費を請求し、私にも支払いをしたため、今は借金地獄に陥った。正直、元夫がどこに行ったか気になるが、すでに離婚した私には関係のないことだ。そういう噂が耳に入ってきても、すべて聞かなかったことにした。一人になった私は貯金もあったため、毎日気ままに楽しく過ごしている。結婚や恋愛はもうしばらくはどうでもいいと思っている。変化のない毎日が今はとても幸せだと思う。とにかく今は、元夫のことはきれいさっぱり忘れ去って、自由で楽しい毎日を過ごしたいと思っているのだ。
失礼ですが、ご職業は？それ関係あるんですか？とてもうちで結婚式を挙げられる方のようには見えないんですが。はあ？うちは高級なホテルですので、お客様もそれなりの人たちを対象としております。正直に申しますと、貧乏人には貸せません。担当者はそう言って笑った。私の名前はたまみ。彼氏のアキラとは同棲し始めて2年が経った。アキラはとても優しくて、私のことをいつも一番に考えてくれている人だ。強気な私に比べて少し頼りないところはあるけど、二人でちょうどバランスが取れていると思う。困った時はいつも協力し合って生活している。貧乏暮らしというわけではないが、あまり外食もしないし、お金もほとんど使わない。もともと家が貧乏だった私は節約家だし、アキラもこれといって趣味もなく、お金をあまり使わない人なのだ。そんなところもとても気が合う。唯一二人とも旅行が好きなので、その時は少し贅沢するようにしていた。基本的に無駄遣いはしないので、宿泊先だっていつも手頃な価格のホテルを選ぶことが多い。それでも私たちにとっては十分。そんなアキラとの平穏な毎日が、私は幸せだった。そんなある日、アキラから突然プロポーズされた。僕と結婚してください。そう言ってアキラは、私に指輪をプレゼントしてくれた。突然のことで驚いたけど、とても嬉しかった私は、もちろん二つ返事で OK。アキラとは価値観も合うし、金銭感覚も合うので、彼となら結婚してもうまくやっていけるとずっと思っていたのだ。そんなに高い指輪じゃないんだけど。全然いいよ。気持ちだけでも十分嬉しいから。アキラは謙虚にそう言うが、プレゼントされた指輪は結構いいものだ。相場からしたら少し安物になるかもしれないが、ブランド物なのに興味がない私からしてみれば、高級な指輪。普段お金を使わないアキラが、私のために特別な指輪を買ってくれただけで、十分嬉しい。本当にありがとう。喜んでもらえてよかったよ。その後、両家に挨拶に行ったり、婚姻届を書いたりと、私たちは結婚に向けて動き始めた。結婚式はどうする？せっかくだから、思い出に残る結婚式にしたいな。結婚式を盛大にやることは私の昔からの夢だった。高級なホテルで親戚や友達をたくさん集めて豪華な式にしたい。普段はほとんどお金を使わないし、贅沢もあまりしないけど、結婚式だけは一生に一度の思い出だし、今までの貯金を使うならここだろうと思っていたのだ。結婚式の会場とかは私が決めてもいい？うん、いいよ。せっかくだから豪華にしよう。今まで貯めてた分、こういう時に使おうよ。そうだね。ありがとう。普通の結婚式でもいいのでは？と反対されるかもしれないと思ったけど、案外アキラも乗り気だった。私たちは節約家だけど、ケチではない。出す時は一気に使うのだ。早速私は、この辺で一番高級なホテルに連絡して、結婚式の打ち合わせの予約をした。高級ホテルで結婚式なんて贅沢だね。でしょ？ここは会場も広いし、シャンデリアなんかもあって豪華なの。いいね。ちょっと高級すぎて萎縮しちゃいそうだけど。まあ、慣れてないからね。でもここなら、絶対素敵な結婚式になりそう。ホテルの写真を見ているだけで楽しみな気持ちになる。そして打ち合わせ当日。何着ていけばいいのかな？アキラは朝から緊張している様子だった。とりあえず話を聞きに行くだけなんだから、何でもいいでしょ？そうなの？でもあんな高級なホテル、入るだけでも緊張するよ。まあね、いつも通りの格好で十分だと思うよ。わかった。私たちは旅行でも1万円以下で泊まれるようなホテルにしか行ったことがない。これから向かうホテルは
一泊何十万とするような高級ホテルだ。確かに私も少し緊張する。まあ、とりあえず会場を見てみて、話を聞いてここにするか決めよう。そうだね。そして私たちは予約していた時間に合わせてホテルに着いた。写真を確認してはいたものの、ロビーからとても豪華で圧倒されてしまう。すごいね。ロビーめっちゃ広いし、ここにもシャンデリアあるね。本当だね。素敵なホテルに私たちのテンションも上がる。こんなところで結婚式ができるなんて、と思いを馳せるだけで、私はとても楽しみだった。私たちは早速フロントに向かい、結婚式の打ち合わせで予約していたんですけど、スタッフにそう告げる。すると、受付のスタッフは、キョトンとした顔で、しばらく私の顔をまじまじと見ていた。担当者の人の名前を伝えると、ようやく確認してまいりますので、少々お待ちくださいと言って下がるスタッフ。それからしばらくの間、私たちはロビーで待たされることに。こっちは時間通り来ているのに、と私は少しイライラしてしまった。結構遅くない？まあそうだけど、何かあったのかもしれないし。確かにそうかもしれないけど、私たちは予約して時間通り来たんだよ。それから数十分後、さすがに遅すぎると思いつつ、フロントの方を見ると、先ほどの受付スタッフと担当者らしき人が、こちらを見ながらひそひそと何やら喋っていた。私と目が合うと、担当者が慌ててこちらにやってくる。失礼ですが、ホテルをお間違いではないでしょうか。え？謝罪もなく、いきなりそんなことを言われたので、私は驚いた。近くに似ている名前のホテルがあるので、よく勘違いされるお客様がいらっしゃるんですよ。いや、間違えてませんけど。え、本当ですか？はい、間違えてません。ここで結婚式を挙げたくて、お話を伺いに来ました。私はイライラが隠せず、少し口調が強くなってしまう。アキラは私と担当者の会話を聞いて、少し不安そうな顔をしている。失礼ですが、ご職業は？それ関係あるんですか？担当者の失礼な質問に、さらに腹が立つ。とてもうちで結婚式を挙げられる方のようには見えないんですが。はぁ？うちは高級なホテルですので、お客様もそれなりの人たちを対象としております。正直に申しますと、貧乏人には貸せません。担当者はそう言って笑った。私たちの服装を見て、このホテルにふさわしい相手ではないと勝手に決めつけるような言葉。完全に私たちを見た目だけで貧乏だと見下している。身なりだけで人を判断して話もろくにしないで追い返すなんて、私は許せない気持ちでいっぱいになった。服装も安物みたいですし、場違いにも程がありますよ。うちはドレスコードがあるんです。それも守れないんじゃ話になりませんね。私たちは確かにブランド物の服には興味がないし、今着ているのも比較的安物だ。でも変な格好をしているわけではないし、ちゃんと清潔にしている。それに今日は結婚式の打ち合わせに来ただけなのに。服装だけで判断されても困りますけど、安物の服着てたら貧乏なんですか？担当者の嫌味な言い方に、私は完全に切れてしまった。まあ、そう言われましても、後でやっぱり払えませんなんて言われると困るので、お引き取りください。あなたたちは、見かけだけでお客さんを判断するんですか？話も聞かずに追い出すなんておかしいでしょう。貧乏人くらい見ればわかりますよ。こっちも暇じゃないんです。あなたたちを相手にするだけ時間の無駄。ちょっと、それが客に向かって言う言葉？貧乏人は客じゃないので。はあ？あまりにもひどい担当者の態度に、私は我慢の限界だった。いい加減にしてください。どういうつもりですか？あまり騒がないでもらえますか？警備員呼びますよ。
もういいよ、帰ろう。納得できなかったけど、アキラになだめられ、仕方なくホテルから出ることに。私たちがホテルから出ていく姿を見て、担当者と受付のスタッフはクスクス笑っている。楽しみにしていただけあって、失望も大きい。あんな追い出され方をされるなんて、私は悔しくて仕方なかった。他のところを探そうよ。アキラの言う通り、こんなひどい扱いをしてくるホテルなんてやめておけばいい。だけど、逆に私は意地でもこのホテルで結婚式を挙げてやろうという気持ちになった。会場がとても綺麗で気に入っていたこともあるけど、何より貧乏人だと決めつけられ、馬鹿にされたのがムカついたのだ。どうしても見返してやらないと気が済まない。いや、絶対ここで結婚式をする。私に考えがあるの。考えって？私に任せて。私は、あのホテルのスタッフや担当者を見返すために、大胆な行動に出ることにした。それから数ヶ月後、私たちはまたあのホテルにいた。エレベーターに乗ろうとすると、近くにいたあの時の担当者に止められた。私たちの顔を覚えていたようだ。ちょっと、何してるんですか？あなたたち、この間の貧乏人ですよね。勝手にエレベーターに乗らないでください。警備員呼びますよ。お久しぶりです。覚えててくれたんですね。何しに来たんですか？あなたみたいな貧乏人には貸せないと、前にもお断りしましたよね。そうですね。あの時はお世話になりました。またそんな貧乏そうな服を着て、場違いにも程があります。担当者は私たちの服装を眺め、相変わらず見下したような言い方をする。今日は、あなたに用があって来たわけじゃないんですよ。支配人に呼ばれてきたんです。はあ、支配人に？いい加減な嘘はつかないでください。支配人があなたたちみたいな人を呼ぶはずがない。いいえ、確かに呼ばれてますけど。これ以上うちのホテルに迷惑をかけるようでしたら、警備員じゃなくて警察を呼びますよ。今すぐ帰ってください。それは困ります。あなたと話してる暇はないんですけど。もう約束の時間も過ぎてますし、早くどいてくれますか？何を言われても冷静に対応しようと思っていたけど、だんだん私もイライラしてきて、言葉が強くなる。揉めに来たわけじゃないんだからね。アキラが不安そうな顔をして、私のことをそっとなだめてくれた。わかってるよ。私たちがロビーのエレベーターの前で揉めていると、不意にエレベーターの扉が開いて、支配人が現れた。ああ、オーナー様、ここにいらっしゃったんですね。すいません、支配人。この人がなかなか通してくれなくて困ってたんですよ。支配人と私のやりとりを見て、担当者はキョトンとした顔をしている。驚くのも無理はないだろう。貧乏人だと思っていた相手が、まさか自分の勤めているホテルのオーナーだなんて、夢にも思わないはずだ。おい、何をしているんだ。先日うちのホテルのオーナーが変わったことは知ってるだろう。新しいオーナー様だぞ。実は、私は投資家をしている。お金を使うことに興味がない私は、今までほとんど浪費せずに、稼いだお金をすべて貯金や投資に回していたので、資産だけで言うならかなりあった。このホテルを買い取るくらい、私にすればそれほど大変なことではないのだ。最初、ホテルを買収するつもりだとアキラに話したときは、そこまでやる必要はないよ。少し馬鹿にされただけじゃん。と何度も止められたが、私はここまでやらなければ気が済まなかった。さすがにホテル自体を買収してしまえば、担当者も文句を言えなくなるだろう。そのために、数ヶ月かけて準備してきて、ついに先日、分散していた株を全部売却し、このホテルを買い取ったのだ。あなたが新しいオーナー？そうですけど。お前、
失礼なことを言ってないだろうな。担当者は急に顔色が悪くなり始めた。冷や汗も相当かいている。この前、あなたは私たちのことを見かけだけで貧乏人と決めつけ、話も聞かずに追い出したわね。もしかして他のお客様にもそんな態度をとっているの？いや、それは。口ごもる担当者に向かって支配人が問い詰める。おい、どういうことだ？お前勝手にそんなことしたのか？他にも失礼なことたくさん言われましたけど、支配人さん、このホテルではこれが普通なんですか？ブランド物を身につけていないと追い出すなんておかしいですよね。その説は大変失礼しました。二度とそのようなことはないようにいたします。ここは高級ホテルですよね。それなら接客もそれ相応の態度でないと困りますよ。私の監督不足です。申し訳ありません。今まではそれでよかったかもしれませんが、私がオーナーになったからには許しませんから。申し訳ありません。支配人は深々と私たちに頭を下げる。何してるんだ、お前もちゃんと頭を下げなさい。支配人にそう言われ、ようやく担当者も頭を下げてくれた。これからはそういう態度も教育し直さないといけませんね。よろしくお願いいたします。担当者の悔しそうな顔を見て、私とアキラは微笑んだ。あの時の恨みを晴らすことができて、私たちはとてもすっきりした気持ちになる。それでは早速打ち合わせを始めましょう。わかりました。あ、それから私たちの結婚式をここで挙げたいんですけど、いいですよね？もちろんです。ぜひお任せください。豪華なものにしたいの。あなたは結婚式の担当でしょ？よろしくね。私が視線を向けると、担当者は引きつった顔で力なく答える。あ、わかりました。それじゃあ私は支配人さんと今後の打ち合わせがあるから、アキラは結婚式の話を担当者さんと進めておいて。うん、わかったよ。こっちの話が終わったら合流するから。その後、私たちは親戚や友人もたくさん呼んで盛大な結婚式を挙げることができた。スタッフもあの時の担当者も一生懸命動いてくれたおかげで、結婚式当日はとても豪華なものになった。あまりに豪華すぎたせいで、普段こんな高級ホテルに来ることのない私の両親やアキアの両親は完全に萎縮してしまっていたが、とっても豪華な会場だね。シャンデリアなんかもあるし、本当に私たちなんかがこんなところに来てよかったのかしら。特に私の母は緊張しすぎて、式が始まる前から帰ってしまいそうな勢いだった。大丈夫だよ、私たちが招待したんだから。でも私のドレスなんて安物だし。服装や見た目は関係ないよ。ここのホテルはそういうの一切差別しないから。本当？ですよね、担当者さん。私が嫌味っぽくそう言うと、担当者は引きつった笑顔で、はい、もちろんですと答える。ほら、こう言ってくれてるから何も萎縮することないよ。今日は楽しんでいってね。そう言ってくれるなら分かったわ。母の緊張は抜けなかったが、とても楽しんでくれたと思う。帰り際にはとてもいい式だったと喜んでくれた。ここで結婚式を挙げるために多少強引なことをしたけど、やっぱりこのホテルを選んでよかった。とても思い出に残る贅沢で豪華な結婚式になったと思う。アキラもとても喜んでくれた。本当にいい式になったね。買収するって聞いた時は驚いたけど。買収の話をした時、アキラは反対していたけれど、私がどうしても見返したいのだと話すと、最後には任せるよと言って折れてくれた。ごめんね、わがまま言って。でも結果買収してよかったでしょ。本当に素敵な式になったし。そうだね。せっかくこのホテルを買収したのだから、今後はオーナーとしてしっかりやっていこう。
私は経営に関して全くの素人なので、知り合いの詳しい人を雇い相談しながらの運営になるけど、私がオーナーになったからには人を見かけで判断してお客様をバカにするような従業員は決して許さない。お客様を第一に考えたホテルを目指そうと思っている。そのためにもこれからは従業員の育成から地道に始めていくつもりだ。今日、65歳の父が定年退職をした。帰宅するとどっかりと椅子に腰掛けた夫がお帰りも言わずに話しかけてくる。お父さんの退職金いくらだったんだ？退職金は0円よ。飛び職だもの。それを聞いた途端、夫は持っていた一枚の紙をバンとテーブルに叩きつけた。はぁ、こんな貧乏一家にもう付き合ってられない。退職金もないような仕事をしていた義理の親の面倒なんて、まっぴらごめんだ。たかられても困るしな。俺にはもう、お前以外の女もいる。金輪際関わらないでくれ。そう言って、玄関から出て行った夫。叩きつけられた紙は、記入済みの離婚届だった。私は思わず、吹き出してしまった。だって、私が10年間もつき続けていた嘘を信じて、あの男はとんでもないことをしでかしたんだから。私の名前は直子。平凡な専業主婦だ。私は幼い頃から父のことが大好きだった。父は飛び職をしていて、いつも日焼けで真っ黒になった額や腕に汗を光らせて働いていた。厳しくも優しい父は、作業現場でも部下たちにも慕われていた。私の家はどちらかというと裕福な方だったけれど、必要以上の贅沢はせず、庶民的な暮らしをしていたと思う。そして、両親は決まって私にこう言った。なお子、お父さんの仕事のことは周りの人に詳しく話してはいけないよ。どうして？お父さんの仕事は良くも悪くもいろいろなことを思う人がいるかもしれないからね。わかったかい？ふーん、わかった。約束だよ。うん、約束。何度も何度も両親と繰り返したこの約束。幼い頃は両親の言葉の意味がわからなかったけれど、大人になった今ならわかる。時が流れて大人になった私は大手企業に就職し、同僚の紹介で大輔と知り合った。大輔は大手ゼネコンのエリート社員。その上、実家もお金持ちで、お父さんは医者、お母さんは代議士の娘、お兄さんは弁護士というエリート一家だ。大輔もそのことを誇りに思っているみたいで、よく家族のことを話してくれた。知的で話し上手で仕事もできる優しい大輔に私は少しずつ惹かれていき、私たちはすぐにお付き合いするようになった。結婚を意識し始めた頃、私は大輔を両親に紹介しようと高級会席を予約。会えて嬉しいよ。私の方こそずっとお父様とお会いしたかったんです。そうか、そう思ってもらえるのは嬉しいな。直子がいつも世話になっているね。迷惑をかけていないかい？うん、お父さん。直子さんにはいつも助けていただいています。私にはもったいない女性です。なるほど。噂通りの素敵な青年だね。噂ですか？大輔君はとても仕事ができて優秀な上、謙虚で素敵な青年だと私の会社にも噂が届いているよ。褒めすぎです。周りの人の助けあってです。お父様はどちらにお勤めなんですか？お父さんは A 会社で飛び職をしているのよ。私は自分のことのように胸を張って言った。大輔もきっと父のことを誇りに思ってくれる。そう信じて疑わなかった。しかし大輔から帰ってきたのは、へえという歯切れの悪い相槌と曇った表情だった。予想外の反応に一瞬うろたえたけれど、父に酒を勧める大輔と大輔を気に入ったらしい父の楽しそうな顔を見ているうちに、そんなことは忘れてしまった。お父さん、飛び職なんだな。
え、うん、どうかした？いや、なんでもないよ。大輔は両親との食事の帰り道にもう一度父の職業を聞いて曇った表情を浮かべた。どうしてそんなに父の職業を気にするのだろう。正直に言うと、どこか皮肉めいた聞き方にいい気持ちはしなかったけれど、両親とも大輔に好感を持った様子と、普段は優しい人なのでそういうこともあるかと思い、その時は気にしないことにした。そのまま交際は順調に進み、トントン拍子で結婚が決まった。優しい大輔と結婚できて私は幸せだったけれど、一つだけモヤモヤすることがあった。大輔は結婚後、冠婚葬祭を含めて私の実家へほとんど顔を出そうとしなかったのだ。何かと忙しいと理由をつけては断る大輔の態度が気になったけれど、両親や友人の働き盛りだからそういうものだよという言葉を信じた。何よりも私の前では以前と変わらず優しい夫だったため、これくらいは目をつぶらなくてはと気にしないことにしていた。子供はいないけれど、夫婦二人で楽しく生活していければそれだけで十分だ。そう、父と母のように。しかし結婚生活が続くうちに、大輔は結婚前には見せなかった顔も見せるようになっていった。本当に今年の新人は使えねえ。まだ入社したばかりなんでしょ。仕事に慣れるまでは仕方ないわ。新人以外も使わない奴ばっかりなんだよ。なんで俺があんな奴らの面倒を。下請けの奴ら、マジで仕事が遅いんだよ。そんなこと言ってはいけないわよ。納期が遅れてるわけじゃないんでしょ。そうだけど、これくらいのことをすぐに終わらせられないから、いつまでもちぎさい会社で働いてるんだろうな。ほんの些細なこと。ふとした時に部下の悪口を言ったり、下請けの会社を見下すようなことを言ったり。生活するうちに大輔への違和感はどんどん膨れ上がっていったけれど、気にしないようにした。きっと仕事が忙しくストレスが溜まっているのだろう。私に対してひどいことを言うこともなかったので、結婚を機に退職し専業主婦になった私は、夫の愚痴を聞くことも妻の仕事だと思って聞き流していた。大輔と結婚して10年後のこと。父が長らく勤めた会社を定年退職した。その日は父をねぎらうためにお疲れ様という気持ちを込めて実家でささやかな食事会を開いた日だった。当然のように大輔は私の実家へは来なかった。今日も大輔くんは忙しいのかい。うん、どうしても外せない用事が入ったらしいの。ごめんね、お父さん、お母さん。久しぶりに会えるかと思って楽しみにしていたのに。そう言うんじゃない。大輔くんの仕事ぶりは聞いているからね。仕事が忙しいんだろう。そうよね、3人で集まるのも久しぶりだし、家族水入らずで楽しみましょうか。少し寂しそうな両親ではあったけれど、家族3人でゆっくりと食事を楽しんだ。今までじっくりと聞くこともなかった父の仕事の話も聞き、私は改めて父はすごい人だと再認識した。家族のために部下のために懸命に働いてきた父。これからは母とゆっくり趣味や旅行も楽しんでほしい。温かい気持ちで帰路に着く。ただいま。あれ？電気がついてる。おう、おかわり。大輔、遅くなるんじゃなかったの？リビングには遅くなると聞いていたはずの大輔の姿。何かを手に持った大輔は私の方を見ることもない。私の言葉が聞こえていなかったかのように、私の言葉を無視して大輔は質問してくる。お父さん、退職したんだろ？退職金いくらだったんだ？退職金？退職金なんてないわ。飛び職だもの。そうか。ちょっと大輔、どこ行くの？手に持っていた何かをリビングのテーブルに置いた大輔は、私を無視して玄関へ向かう。その背中へ何度も声をかけたが、私の方へ振り向くことはなく、そのまま出て行ってしまった。残された私はリビングに残されたものを見て、驚いて声が出なかった。
離婚届。どうして？その時、カバンに入れたままだったスマートフォンが鳴る。メッセージの受信を知らせる音だ。聞いてみると、出て行った大輔からだった。俺はお前の両親の面倒を見る気はない。退職金もないような仕事をしている父親の面倒なんてまっぴらごめんだ。お前とは離婚だ。メッセージにはそう書かれていた。もちろん、今まで両親が大輔に対してお金を要求したことなんてない。退職後も私たちに頼るつもりなんてない。むしろ私たち夫婦をいつも気にかけてくれて、忙しい大輔のことも心配していた。もともと父への態度や部下や下請けの会社を見下すような普段の発言を見て見ぬふりをしていた私は、大輔からのメッセージに堪忍袋の尾が切れた。こんな男、こっちこそ願い下げよ。すぐさま離婚届に記入し、役所に提出した。簡単な荷物だけ持って出て行ったきり、家に戻ってこなかった大輔の荷物は、片っ端から段ボールに詰めて義実家へと送った。突然送ったけれど、義実家からは何も言われなかったから、義実家も大輔から聞いていたのだろう。専業主婦で仕事もなかった私は、両親に経緯を説明し、とりあえず実家に帰ることにした。両親は驚いていたが、話を聞くうちに大輔は怒りをあらわにし、帰っておいでと言ってくれた。実家に戻っていた私のもとに大輔からお父さんに会わせてほしいと懇願する電話がかかってきたのは、離婚から一年が経った頃。もしもし？直子か？お前、元気にしてるのか？どちら様ですか？わかってるんだろ。ふざけないでくれ。俺だよ。大輔だ。今更、何の用？あの時は悪かった。一方的に離婚届なんか置いて出て行って。は？それで何？今更電話されても迷惑なんだけど。そう冷たいこと言わないでくれ。直子に頼みがあるんだ。頼み？演技じみた猫なで声で大輔が私の名前を呼ぶ。直子、お父さんに会わせてくれ。いやよ、あなたに会わせる理由なんてないもの。頼むよ、直子。どうしてもお父さんに会いたいんだ。会わないといけないんだ。知らないわよ。退職金もないような父とは関わりたくないんじゃないの？それは、本当に悪かったと思っている。知らなかったんだ。お父さんが A 会社の役員だったなんて。そうでしょうね。仕事の内容や給料で人を見下すあなたには言わなかったもの。お前。本当のことでしょ？それで、離婚から一年も経って、突然父に会いたがるなんてどうしたの？あなたの会社が進めていたプロジェクトを父の会社が辞退でもしたのかしら？私の言葉に大輔がうろたえたように息を飲んだ音がした。少し意地悪だったかもしれない。でも父のことをバカにし一方的に離婚届を置いて出て行った人だ。これくらい言わないと気が済まない。本当に悪かった。そこまで知っているなら頼むよ。10年も一緒にいた家族じゃないか。もう離婚して1年も経つのだから他人よ。それにあなたは結婚している時も理由をつけては私の実家には顔を出さなかったじゃない。よく家族だなんて言えたわね。頼む。嫌です。父には会わせません。あと父はあなたの義父じゃないわ。あなたは父にとっても他人なんだから、二度とお父さんだなんて呼ばないで。それじゃあね。なりふり構っていられないほど必死なのか、何度も何度もあの時は悪かった、お前にも謝る、だから会わせてくれという声が聞こえたけれど、気にせず通話終了ボタンを押した。実は私の父和彦は所属している会社の役員だった。飛び職だったのは入社して間もない若い頃の話で、私が物心ついた頃には会社の中でも重要な立場で、社長とも若い頃から仲が良く、プライベートでも飲みに行く親友と呼べる関係だった。しかし、父は自分の立場を他人にむやみに話すことを嫌っていた。立場をひけらかしているようで嫌だったらしい。それに役員になった後も差し入れを持って現場を覗くほど現場が好きだった父は、
堅苦しい肩書きが性に合わない部分もあったようだ。さらに父の肩書きを知ると横島な気持ちを持って近づいてくる人もいる。父の会社は大企業ではなかったが、歴史も古く地元では名の知れた会社だった。長年コツコツと真面目に仕事と向き合ってきた父は、部下からの信頼も厚く、地元での人脈も広い。和彦さんの会社なら信頼できる、と大きな仕事の依頼をしてくれる取引先も多かった。だから両親はむやみに父の職業を話してはいけないと何度も私に言い聞かせたのだ。お金や職業で人を判断してはいけないからと。父のお金や職業で私に近づいてくる人がいないようにと。言いつけ通り、私は大輔には父の職業を話さなかった。退職金も父の役職とこれまでの会社への貢献度から本当は1億円だった。でも大輔には言わなかった。父の役職を知った途端に手のひらを返した大輔を見ていると言わなくてよかったと思う。私との離婚後、大輔の会社は地元に大きなショッピングモールを建てる計画を進めていたらしい。そのプロジェクトの担当になったのが大輔だ。ショッピングモールの建設依頼主は、かねてから父の会社の評判を聞いていたそうで、老舗で土地のことをよく知り、住民からの信頼も厚い、父の会社にプロジェクトに入ってほしいと熱望していたそうだ。しかし、私と大輔の離婚の経緯を父から聞いていた社長は、大輔が担当だと知ると、仕事を受けないと辞退してしまった。かつての大輔の言葉は、親友である父を馬鹿にし、さらには現場で働くたくさんの部下も馬鹿にしたものだった。考え直してください、昔の話です、と、すがる大輔に対して社長は、私の部下は危険と隣り合わせになりながらも現場で汗水垂らしながら頑張ってくれています。過去の発言だとしても、部下を見下すような発言をする人と、大切な社員を共に働かせることはできません。と一蹴したらしい。依頼主はカンカンに怒り、プロジェクトを白紙に戻すとまで言い始めたそうだ。依頼主たっての要望を自分のせいで叶えられなくなった大輔は、プロジェクトの担当から外され、責任を取って左遷されることになった。そこで私を通して、なんとか父と話をしようとしたみたいだ。一方的に電話を切ったため、ずっとスマートフォンが鳴り続けている。今更話すことは何もない。連絡先をブロックしたが、付きまとわれても面倒だったため、その後弁護士を雇った。大輔が婚姻期間中に浮気していたことも離婚後に発覚したので、慰謝料も請求し、この際に大輔との関係は清算することにした。一緒に住んでいた頃、家事は全くできないはずの大輔のシャツが、綺麗に洗濯され、アイロンがかけられていたり、見覚えのないネクタイを締めたまま、ソファーで寝ていたり、不自然なほど毎週のように休日出勤が入っていたことがあった。ずっとおかしいとは思っていたが、離婚時に思い切って調査会社に依頼したところ、当時の部下の女性と浮気していることが分かったのだ。離婚届を置いて出て行った日も、カバン一つのあまりに身軽な格好で出て行ったため、不思議に思っていたが、浮気相手の女性の家に転がり込み、そのまま一緒に暮らしていたらしい。離婚するときに慰謝料を取って別れればよかったのに、といろいろな人に言われたが、当時は慰謝料を取るよりも、できるだけ大輔と関わりを持ちたくない気持ちが大きかった。万が一にも離婚しないとごねられても嫌だったし、付きまとわれたりしても嫌だった。とにかく大輔と縁を切りたかった。その後、問題も起こらず無事に離婚も成立し、私は地元の会社に事務員として就職も決まった。ここからやり直そう。そう思って心機一転、新しい生活を送っていたところに、大輔が父へしつこく付きまとってきそうになったため、弁護士にお願いすることにした。大好きな父を馬鹿にした上、手のひらを返して付きまとうとするなんて、容赦しないわ。浮気の証拠は、調査会社がたくさん押さえていたため、慰謝料の請求は簡単に認められた。その後、左遷され、慰謝料を抱えた大輔は、浮気相手に逃げられ、転職をしようにも、業界内で大輔の話が広まってしまっていて、うまくいかなかったそう。実家からも、無職だなんて家の恥だ、無職になるなら感動する、と言われて、実家に帰ることも援助してもらうことも期待できないらしい。大輔の実家は、もともとエリート志向の強い家庭だったから、親戚に頼るのも許されないでしょうね。
今は一人で暮らすための生活費と慰謝料の支払いのために左遷先の会社できついノルマを必死にこなしているみたいだ。風の噂でどこからか聞こえてきた話を父が教えてくれた。大輔の話を聞くと、お金や職業、肩書きで人を見下したり馬鹿にしたりしてはいけないなと強く思う。幼い頃から裕福さや職業や肩書きで人を判断してはいけないと教えてくれた両親にも感謝している。私は今回の件で改めて謙虚さを忘れずに生きていくことを心に強く誓った。私たちは遊ぶ金と実家さえ手に入ればそれでいいの。金を絞り取った後の老いぼれなんていらない。価値がないし、介護なんてまっぴらごめんだもの。だから、さっさとそいつ連れて出て行ってくれる？私にとって、母親同然の義母に対して、義妹が吐き捨てた残酷な言葉。その言葉を浴びた義母は、面倒も見てもらえず、憔悴しきってベッドに横たわっていた。許せない。当然よ。あなたなんかにお母さんを任せられない。私が義母を家に連れて帰ると、彼女はある封筒を渡してきて、その中に入っていたものを見て、私は絶句した。私は直子。私の両親は若い頃に事故で亡くなってしまっていた。昔はそれを寂しいと思っていたが、今では勇気という素敵な男性にも出会い、新しい家庭の中で幸せに暮らしている。特に義父母は、私のことを実の娘のように可愛がってくれた。家こそ遠かったが、義父母の誕生日や年末年始など、大切な日は必ず義父母の家に行ってお祝いするのが私の楽しみの一つだったのである。息子の優斗も義父母のことが大好きだった。遊びに行くたびに、二人にべったりと甘え、帰る頃には帰りたくないと泣きじゃくるのが恒例となっていた。優しい義父母と可愛い息子に恵まれた幸せな生活だったが、結婚して三年目に大きな転機を迎えてしまう。突然義父が病に倒れてしまったのだ。今まで健康第一だった義父だったが、高齢ということもあり、あっという間に病魔に蝕まれ、発症してから一年も経たず帰らぬ人となってしまった。落ち込む義母に代わって、私と勇気が率先して葬儀の手続きを進め、慌ただしいながらも義父のために立派な葬式をすることにした。そんな中、急に義妹夫婦が実家に現れたのである。義妹夫婦は、私たちよりも実家に近い場所に住んでおきながら、今の今まで、一切連絡もしてこなかったのだ。義父の闘病中の時でさえ、一度もお見舞いに来なかった。ごめんなさいね。でも仕事が忙しくて、それどころじゃなかったのよ。実の父親のことなのに、それを優先するほど忙しい仕事なのか。問い詰めてやろうかと思ったが、時間の無駄なので口を閉じる。義妹夫婦のことは前からよく勇気から聞いていた。何でも、義弟は定職を繰り返しては数ヶ月で辞めるという典型的な長続きのしないタイプの人間らしい。しかも稼いだお金の半分以上はパチンコに費やすようで、貯金なんて一切ない。そんな義弟に注意しなければならない義妹も、地元のスナックのバイトを惰性で続けているだけの低たらく。いくら身内とはいえ、あまり信頼ができるような人物ではないのだ。葬儀ですら、終わり際にやっと顔を出したぐらいだったので、私の印象は最悪だった。お兄ちゃん、お母さんのことなんだけど、私たちに任せてもらえないかな。義弟が線香をあげている最中、義妹のゆりがそんなことを言い出した。そんなこと許されるわけがない。義父母は農業をやっているのだが、毎年農繁期になると、義母が私たちに手伝いを頼みに来てくれるのだが、ゆりたちは一度も顔を出したことがない。私だって暇ではないのだが、たった二人での農作業は目に見えて大変そうだ。私は会社に頼み込んで有給を取ってまでして義父母の手伝いに行ったものだ。私は義母に義妹夫婦ではなく私たちと暮らそうと申し出たのだが、義母は首を横に振った。
私たちと住むには実家を離れなければならないから、農業を併業しなければならない。それはできないということで、仕方なくではあるが、義母は義妹夫婦と一緒に実家で生活することになったのであった。義妹夫婦との同居生活が始まってからも、私は義母が心配で、たびたび義実家へと様子を見に行くことにしていた。その様子は、私の思った通りの惨状だった。義妹夫婦は農業の手伝いなんて全くせず、それどころかユリはスナックのアルバイトも辞めて、昼も夜も遊びほうけていたのである。夫のマサヤは相変わらずパチンコに入り浸り、目も当てられない様子。義母は注意するのも無意味だと考え、農業から家事からとすべての仕事を自分一人で行っていたのだ。そんな状況を不安に思いながらも、私と結城は一ヶ月ほど仕事が立て込んで、義実家へ顔を出せない時間ができてしまった。義母からも何の連絡もなく気になっていたので、時間ができるとすぐに義実家へ向かうことに。そこにいたのは、驚くほど痩せてしまった義母の姿だった。家の中は掃除も行き届かず汚れ、服もボロボロにくたびれていた。何があったのか問いただすと、義母は少し涙に濡れた瞳で、ここ最近のことを話してくれたのだった。この一ヶ月間、本当に大変だったよ。ユリもマサヤ君も農業の手伝いは一切してくれないし、今もパチンコに行ってるんじゃないかな。お金もどんどん使うし、食べるものも減っちゃったよ。少し前に腰を壊してしまって、歩くのもしんどくてね。お風呂もろくに入れない。そんな時に、つい先週のことさ、お父さんと一緒に大事に育ててきた畑が、何者かに荒らされてしまったんだよ。市場に出荷もできないし、もうショックでショックで。いつも笑顔だった義母の落ち込む姿に、私も泣きそうになった。そんな最中、パチンコで遊んでいた義妹夫婦が義実家に帰ってきた。うっすらと顔も赤い。お酒を飲んできたらしい。ああ、直子さんじゃないですか。来てたんですね。散らかってますけど、ゆっくりしていってください。ケロッとしてそのまま家に上がる二人に、私は我慢の限界だった。二人とも、いつまで遊びほうけてるつもりなの？お母さん、こんなに大変そうなのに、手伝おうとか、申し訳ないとか、そう思ったりできないの？私の言葉に二人は苦笑いしながら向き合った。お姉さん、私たちは素人だから農作業なんて手伝いようがありません。それに、売上金のほとんどはお母さんが管理してるから。私たちもお金をあまりもらえなくて困ってるくらいなんです。もっとお母さんには頑張ってもらいたいんですけど、畑もダメになったみたいだし、やってられないんですよ。むしろこっちが文句を言いたいくらいなんです。まあ、俺たちは住む家さえあればよいんで、金のないばあさんに用はないんですけどね。私は葬儀の日に、義母を無理やりにでも引き取ればよかったと心底後悔した。今にも殴りかかりたい気持ちだったが、そんなことをする時間すら惜しい。私はすぐに結城に電話をして義母を引き取る話をした。結城は状況を聞くとすぐに納得してくれた。ひとまず義母を家に連れて帰り、ご飯や病院の予約などをすぐに済ませる。ずっと申し訳なさそうにしている義母に、私は抱きしめてあげることしかできなかった。数日ゆっくりしてもらい、元気を取り戻した義母は、優斗を保育園へと迎えに行ってくれるほどに、腰も回復していったのだ。優斗はずっと義母のことが好きだったので、毎日一緒の布団で寝るほどに喜んでくれていたのが、義母も嬉しかったらしい。はじめは遠慮をしていた義母だったが、だいぶリラックスもしてくれるように。私の家は私と優輝の両方が働いているため、義母が増えたからといって、家計的には全く問題がなかった。だが、もともとマイホームを建てるまでの家として3人用の賃貸に住んでいたため、
若干手狭になったことが唯一の悩みとなっている。まだ貯金にはいくらか届かないため、私も勇気も頑張って仕事をしていくが、義母が来てくれてから明らかに家が明るくなったのは言うまでもない。しかも私が仕事をしている間に掃除や料理などをしてくれるので本当に助かっている。助けるつもりが助けてもらっている毎日が3ヶ月ほど経ったある日のこと。腰もすっかり良くなって元気になった義母が私に話があると言ってきたのだ。いつもの様子と違って真剣な様子に私は少し緊張してしまった。義母はいつ持ってきたのか棚から分厚い封筒を取り出して私に差し出してきた。ずっしりとした重みのあるそれを開けてみると、なんと万札の札束がどっさりと入っていたのである。お母さん、これは？直子さん、マイホームを建てたいって言っていたわよね。そのための援助金よ。前金としてそこに500万円あるわ。あとプラスで2000万円もあれば足りるかしら。いつものように優しい表情の義母に私は混乱してしまった。それだけあれば全然足りますけど。でもさすがにこれは受け取れません。お気持ちは嬉しいですが、これはお母さんが汗水垂らして貯めたお金です。ご自分のために使ってください。直子さん、あなたは本当に良い人ね。あなたみたいな人が娘になってくれて本当にありがたいわ。じゃあこういうのはどうかしら。義母は少しいたずらな笑みを浮かべた。私の家と土地、あそこを取り返して、そこに家を建て替えましょう。義母は計画していたらしい作戦を私に教えてくれた。その後、帰ってきた勇気も交えて家族会議を開き、私たちは義母の作戦に乗ることにしたのである。妹夫婦には散々な目に遭わせられたからね。いくら娘だからといって、もう許してはおけないわ。やられた分倍にして返してやるんだから。力強い義母の表情に私も勇気も心強かった。そして次の休みの日、私たちは義妹夫婦のいる義実家へと向かった。二人には前もって義父の遺産相続について話があるから家にいてくれと伝えてある。言われた通り家で待っていた二人に、義母は早速笑顔で言い放った。早速だけど、ここは私と勇気たち家族で住むことにするから、出て行ってちょうだい。出て行けって、何それ。反論するユリをたしなめながら、勇気は少し席を外した。そもそもお母さんは私たちにお金を全然くれなかったじゃん。それでも追い出さずにいさせてあげたんだよ。その恩に対してその仕打ちはひどいんじゃない？何が恩なの？お母さんを病院に連れて行ったけど本当にひどい状態だったんだよ。あれ以上腰を放置していたら歩けなくなる可能性だってあった。謝罪こそあれどその言い分は通らないわよ。言葉に詰まるユリに義母は静かに続けた。実はね、私の畑は荒らされた一箇所だけじゃなかったのよ。え？知らないわよ、そんな話。誰にも言ってないわ。知っているのは私とお父さんだけ。そこではイチゴを栽培しているんだけど、少し特殊な品種でね。しっかりした設備で育てるものだから、遠くで土地を借りて作ってるのよ。特にあなたたちみたいな金の亡者に見つからないためにもね。義母はタンスの奥の隙間に手を潜り込ませた。すると埃のかぶった通帳が出てきた。ここには数千万円は入ってる。お父さんとの苦労の証、私の大切なものよ。じゃあ今日の遺産相続の話って、その通帳のこと？あ、言っておくけど、あなたたちに遺産は相続しないことに決定したわ。
いやいや、それはないですよ、お母さん。義弟が口を挟んできた。目の前の通帳が気になるのか、義母に話しかけていても、目がずっと通帳を見つめていた。確かに俺たちは自慢できる家族じゃないかもしれないっすけど、それで遺産なしとなると、ちょっと理由が欲しいですね。ユリはあなたの娘ですよ。義弟が言い終わるのと同時に、席を外していた勇気が戻ってきた。手には一つのメモリーカードが握られている。母さん、言ってたのってこれ？そうそう、それだよ。ありがとう。義母はそれを取り、ポケットにしまい込んだ。実はね、荒らされた畑のことなんだけど、最近は泥棒とか物騒だろ？だから監視カメラをこっそりつけておいたんだよ。その言葉に、義妹夫婦の表情がこわばった。そしたら、よく見たことのある顔が映っているじゃないか。ねえ、二人とも。あれだけ口出しゃだった義弟も言葉に詰まっている。500万円を渡された時に聞かされた作戦会議で、そのことは聞かされていた。実は、義母の大事な畑を荒らしたのは、義妹夫婦だったのだ。農業の売り上げをほとんどくれなかったことに腹を立て、自分らで収穫して業者に売り払いに行ってしまったのだ。映像や農業組合からの証言で、二人の仕業なのは確定。それから、この復讐の日まで、ずっと刃を研いでいたのだ。私には二つの選択肢があるわ。あなたたちを追い出して、二度と顔を見せないようにさせること。それか、窃盗の罪で警察に突き出すこと。警察？それだけは。だったら話は早いわね。早く出て行ってちょうだい。改装の準備がしたいの。私の大切な家族と一緒に暮らすためにね。義妹夫婦はすぐに動こうともせず、ああだこうだと言い訳を続けているので、義母は諦めて警察に電話をしようとスマホを取り出してみせた。それに驚いた二人はそのまま何も取らずに家から逃げ出してしまった。その後、今回の件を警察に相談し、通報はしないが駅員にしてもらうようにしてもらったらしい。実家の建て替えは資金もすでにあったのでスムーズに行われた。私たちも家が広くなり大満足。息子のユートも夢だった自分の部屋をもらえて大喜びだった。私は今回の件で、私も義母の農業の手伝いをするために思い切って仕事を辞めた。それでも義母が作るイチゴビジネスは高級なホテルやレストランなどに納品するため、収入において問題はないどころか、前よりも少し多くなった気がする。ユウトもたまに農園に行っては、祖母の手伝いをしたり、土遊びをしたりしていた。なんとも穏やかで幸せな時間である。すっかり綺麗になったマイホームで、今日はユウトの4歳の誕生日をお祝いした。義母と私で作った大きな誕生日ケーキを前に、ユウトは目をキラキラさせて感動していた。本当に幸せだよ。ありがとうね、みんな。義母が私にだけ聞こえるように小さくつぶやき、微笑んだ。ろうそくの火に照らされた義母の笑顔は本当に幸せそうである。ユートの誕生日ケーキには義母が丹精込めて作ったイチゴがいくつも並んでいた。とっても甘酸っぱくて美味しかった。